はい。さあそれではここからゲーム再開でまいります。いきましょう。両チーム選手の入場を大きな拍手でお迎えください。まいりましょう。最初に登場は赤のうち四日市メリノール学園高等学校ナンバー15どうもナンバー5うちのゆらナンバー40かわいいはるかナンバー4、水野桃花。対するはこのチーム、アンジョーニー・ユイナ。ナンバー8、吉岡美咲。ほのか。高校屈指の高ガード 3x3 で実現です。メリーノール VS こちら、安城学園、まいりましょう。安城学園。こポーズを決めてきましたね。オーケー。それでは両チームウォーミングアップスタート。YouTube エブの部屋をご覧の皆さんこんにちは。マウリ姉妹プレゼンツ 3x3 マーベラス8、今年なんと第2回目となりました。 YouTube 解説の担当は私 W リーグ理事を務めております。さあずっと午前中から熱い試合を繰り広げておりますが、ここから午後の部に行きたいと思います。この YouTube 解説は非常にゆるくやりながら、また真売り姉妹が代わり番号で一緒にゲームを盛り上げてくれています。さあ午後の部も元気よくやっていきたいなというふうに思います。この試合はですね、四日市メリノール学院高等学校対安城学園高等学校の試合となります。さあ午前の部が終わって、午後の部のまでにはですね、マウリ姉妹のクリニックだったり、T シャツトス企画などなど、またクマムシとの、トークショーっていうのもありました。はい、午後もしっかりとマーベラスな熱い戦いをぜひ見届けてください。それでは行きましょう。さあまずは四日市メリノールの、オフェンスです。ここからステちゃん入りましょう。あー素晴らしい。ただいまです皆さん。グッティーちょっと上げてきてますねメリノール高校。ずっと朝からアグレッシブなステファニーさん。はい、いやー、やっぱメリノールね、1試合やってあそこで結構リズムはちょっとなかなかつかめなかったところあると思うんですけど、うんうん、やっぱさっきよりちょっと積極的に見えますね。そうですね、やっぱお昼時間にね、はい、みんなで話してるところとか私ちょっと見て、あ、本当ですか。なんかそういうこう解決能力とかみんなでなんとかしようっていうのいいですよね。はい、うん、素晴らしい。さあ2ポイント惜しくも外れて、はい、まあ、今ねちょっと転倒した安城学園の子に対してこうね励まし合うというのは、こういうスポーツマンシップもいいですね。大事ですよね、やっぱりお互いにね一生懸命やってるので、そういったところも起きるとは思うんですけど、わーグッムーブですね今の。寄せてきた。おー、おーうまい、見せる、強い、見せてきましたね。さっきの桜ヶ丘の男の子たちみたいになってない？本当ですね、同じユニフォームでなんか面白い試合になりそうですよこれ。また来た、さあ来た、2ポイント、水野桃花選手。素晴らしいですねメリノールも。さあ安城学園やり返すか。さあしっかりリバウンド取ってですね、これもリバウンド。さあしっかり、おっと素晴らしい、はい、さあ今シュート決めたのは中谷結菜選手、はい、さあこれで3対2。おーおー、まさか。さあ女子の部でも見せる場面が出てきました。ありましたね、今ずらされましたね、かっこいい。いや第2回目のスレッチマーベラス進化がすごいぞ。みんな分かっちゃってますよ、うん、エナ選手、堂本選手すごいです。安城学園のこの傘、うん、ちょっと面白いですね、日よけ対策として持ってきたということで。そうですね、ベンチで待機の選手は、ヨネックスとスポンサーなのかな。
まさかの完全にヨネックスが目立っております。ヨネックスは確かテニスかバドミントンイメージがあまり。おお、ここはリジェクトしていった。さあ安城学園残り4秒ですね。2秒。さあ佐藤ほのかステップバック。今いいコースだったですよね。さあまたリバウンド取る。さあさあファールになりました。お互いね身長差が一緒な分ね、このリバウンドの数って大事になってきますね。そうですね、激しい争いになりそうですね、リバウンドのところも。おっとここで1人チェンジ。そうですね、このフリースの間アウトオーバンズプレーが中断した際は、選手の交代ができます。はい、さあここ1本あ惜しい、これ外した。さあまたアウトオーバンズに変わり、これはどちらのボールだ。積極的に手出していきますね。はい、はい、そうなんですよ、この対決はね、ともにゲームは敗れているので、はい、勝ったら大きい。今かけているところですね、もう1試合を。危ない。からステップバックを打ったのは15番堂本エナ選手。素晴らしいですね。彼女もね1戦目からいいプレーをしてますね。いや最近の高校生ってやっぱレベル高いんでね。いや高い、技術力が本当に見せつけられます。さあプルアップジャンパー、これも外れて攻守交代。リバウンドはメニノール。さあボールはメニノール。おっと、いいディフェンスだ。さあショットクロック5秒切ったぞ。おお、フェイントからパスフェイカーの自分でアタック、リングアタックですね。ファールをもらいましたのは15番堂本エナ選手。やっぱあの1戦目あまりあの、ね、中にアタックしていくところ見れなかったので、はい、かなと思いますね。惜しい。取り返した。さあリバウンドショット決めたら4番水野桃香選手、これ大きい。桃香選手素晴らしいですね。さあスコア4対2メリノール2点リード、はい、まあ、試合まだ残り7分40秒あります。うん、はい、まだね3分経ってないところですからね、お互いに様子見合い打ってくる。さあ次メリノール追加点もらえるか、狙ってきますね。惜しい。あさあリバウンド取ったのは安城学園、ここなんですけどね、ツーポイント。いや、これが入るとねだいぶ違いますね。そうですね、なかなか女子のところでまだ調整が効いてないところはありますね、はい、でも現在会場の境広場では少し風が強くなってきた印象があります。このアジャストもちょっとずつしていけたらディフェンスだ、はい、カットから膝にボールが当たってしまったので、チェックボールはベリーノール学園からですね。はい、思い出をぜひ作ってほしいとエブリンが叫んでおります。はい、おっと、あ、逆でしたね。イエーイ、盛り上がってます。さあショットクロック残り6秒さあ1-1パス回車、これは外した。シュート打ったのは中谷選手。ああ、うまいこと言ったんですかね今。どうなんでしょう、ちょっと審議入ります。おー、ナイスパス。あー、ナイスグッディ。さあスティールからまたオフェンスはメリノール。素晴らしい、パスを回してウィングからカウンターアタックするか。いいディフェンスですね。おー、あー外した。惜しい。さあ攻守交代、自分で外に出 て2ポイント。おー、ナイス。さあリバウンド拾いました。素晴らしい、拾ったのは吉岡美咲選手。やっぱりリバウンドを制するものは試合制しますからね。しますね。おー、エルワー、素晴らしい、うん、さあ非常に今いいボールムーブから合わせ、4番の水野桃香選手のエルワーワンショット。素晴らしい、今のは良かったですね、14番の丸田選手。いいパスでしたね、そしてよく見てた。おお、グッディ惜しかった。さあもう一度メリノール、みんなハンドリングがね本当に上手いですからね。おお、左、おお、うわ惜しい。いやー、リバウンドの取り合いもすごい。出たのか、リバウンド。おお、しょ、しっかり押し込んで取ってましたね。さあ6対3残り5分50秒グッディーです。みんな手が出るね。うまいですね、うまいですね。さあ今きついところ、おお、
ドキドキする今。さあドリブルで外に出る。おー、さあ城学園5番中谷優奈選手、素晴らしい、押し込んでいきましたね。またリバウンド、素晴らしい。4番水野桃香選手、いいリバウンド。あ、ちょっとずれたか。ここは一旦エアボールで一旦プレーが止まります。さあ傘を持って安城学園はメンバー交代をします。いい交代ですね、この写真欲しい。だいぶ大きい日傘。交代は大声泉選手入ってきましたね、6番。あー、これファール。さあシュートフェイクからドライブに行ったのは5番中谷、失礼しました、内野さんですね、内野由良選手ですかね、河合選手かな。はい、素晴らしい。ナイスリバウンド。やっぱリバウンド。ナイスパス、よく見てる。おお。重要だ。さあ佐藤ほのか選手決めた。さあフェイクから。おお。まだ止まらない。3秒。時間をしっかり見て。うん、これは外れた。攻守交代。お、打ってきた。あー、惜しいですね。そうね、これ入ったら同点ですからね。そうですよね、うん、もう2点は本当に大きいですからね。さあボールが止まった。おっとおっと、はい、こちらにも飛び込んでまいりました。ボールが解説席にも来ました。大丈夫でしょうか、はい、クリップが大量に散らばりました。ステファニーが髪を止めるために持ってきたクリップが散らばり、それを日本代表のコーチ中須さんが拾ってくれてる。すごい光景。なんという状況でしょう。中須さんごめんなさい。ありとね。おお、そんな中シュート決める15番堂本エナ。すごい、いいですね。さあ3点差、安城学園どうする。さあこういったルーズボール重要ですよ、うん、お互いに。さあ今のはどちらだ。さあ同じ安城学園ということで安城学園ボールですね。なんと残り1秒。さあどうするのか、うん、時計を。さあ残り1秒ありますからね。1秒でシュート。あーおっとショットクロック見てなかった。そうですね、こういうのすごい大事なんですよね。なんかもう本当に大事なんですよ、はい。まあ、こういう攻防をまだしてる中、まだクリップを拾ってくれている中須コーチがいます。すぐ終わっちゃう。ありがとうございます中須コーチ。お、押し込んで、おっとステップバック、おー、いいシュートだった。さあこれは外れてアウトオーバーンズ、安城学園ボールですね。まだまだここから試合時間残り3分48秒。うん、安城学園3点差を追い上げます。おー、ここでタイムアウト。さあステファニー選手3分48秒残してタイムアウトを取りました、はい、どうですか。そうですね、 やっぱり今5点ということでちょっと得点が伸びてないので、ここで作戦を考えていくんじゃないでしょうか。なるほど、うん、まあ、ファールがあと安城学園4つしちゃってるので。そうですね、まあ、あと2回は大丈夫ですが、逆にここでメリノールは離せるかってところですね、うん。まあ、ここお互い1勝1敗できまして、はい、ここを勝つとまたもう一度試合がチャンスが得られると。そういうことですね、はい、いやーありがたいです。やっぱりねここまで来たらもう1試合やりたいですからね。そうですよね、いかにこうねこういう時間帯を抜けられるのか、はい。さあオフェンススローインは安城学園ボール。高校女子バスケットボール界では、おお、つないだ。さあ安城学園ボールをつないで1点獲得、2点差。さあまだわからない、2点差ですからね。おお、いやー14番ひるなぎみゆ選手、いやー決めてきますね。たこれ外す、まだボールある。おお、大丈夫か。ナイスパース、これはすごい。いやさあみんなでつないで7点目、2点差。ナイスリバウンド。さあ今安城学園のリズムですよ。いいステップ。おー、ナイスティールだ。手をしっかり出していきましたね。メディノールも引きません。ちょっときつい時間帯ですね。そうですね、ここを頑張れるか。おー、
安城よく粘った。おお、もうあと今もう後ろ向きのシュートでした、すごかったですね、あそこであの判断、数センチでエンドワンでした。いや素晴らしかった。さあ今フリースローもらったのは吉岡美咲選手、はい、これはワンショット、ここの1本大事ですよ、うん、あ惜しいですね。ただまたリバウンドつないだ、リバウンドを取ったのは5番中谷。いいよ、さあ追いついてきた、取って、いやー素晴らしい、いいリバウンドですね。おー、やり返す。さあ1点ビハインドの攻防、よっしゃー、キックアウト、そしてまたアタック、おーファウル、これで安城学園はファウルが5つとなりました。素晴らしい。さあ今 MC とエブリンも何度も言っていますが、この試合を勝つと、勝った方がプロのチームとやれると。そうですね、どちらかがもう1試合勝ち取るということですね。そうですね、いやーこれは熱い戦いになりますよ。最後残り2分3秒2秒、おお、また拾った、いやー決めてきた。あ、ねじ込んだ、いい、佐藤ほのか、おお、あーし、今のはいいムーブ、ヘジテーションが効いてました。おー、あー外した、あった、惜しい。さあメリノールファールになりますが、今のはいいファールですね。そうですね、はい、一旦プレーを止めます。一つ止めるというところで、はい、メリノールはファール3つ。おっとここでメリノールの方がタイムアウトですか。さあステちゃん楽しい試合になってきました。そうですね、1点差必要、残り1分でどうしますか。いやここなんか選手の中でも精神状態というか、うん、結構ドキドキしてるとは思うんですけど、はい、やっぱり見てる方がドキドキしますからね、こういうのってやっぱり、いやいけますね、このパールだったりとか、ちょっとどこが影響してくるんだろうというのは気になりますね、うん。まあ、本当にまあこう YouTube を見ているご覧の皆さん、ここをシンプルに勝ったチームがプロのチームとエキシビジョンゲームができると、はい、さあせっかくなこの名古屋栄ど真ん中、このコートでもう1試合やりたい、うん、気持ちですね、ここからはもう、はい、おナイスパス、おおー、惜しい、まだ拾う、このリバウンド、さあショットクロックリセット、ボール回す、おーナイス、いやあこれは大きい、惜しいですね、ナイスインだった、ナイスアタック、今ファウルもらったのは大越泉選手、はい、いいカウンターアタックでしたね。いや素晴らしいですね、うん、先ほどから積極的にリングに狙ってってるなというふうに思いますね、うん、大越選手。さあこれを決めると同点、これでいやこれ外してしまう、ただボールつないだ、さあまだありますなあ、これが嫌われるが、いやさあ外したがまた決め返す佐藤ほのか、1点差、残り3秒、ナイスパス、ナイスパス、いやさあこの状況、この足にも来ている、この状況来た、ついに逆転、中谷結衣奈、ここで逆転、残り40秒、3秒2秒、あさあ残り 32.5 秒、やばいですね、安城学園ボール、いやでもシレクシリなら3回ぐらいは攻防ありますからね、はい、さあフォーメーション使ってきましたね、さあパスを出す、守った、さあやばい、メリロールボール、ここどうするんだ、さあどうなる、おお、いやー同点、堂本エラー、さあこれどうする、延長か、やべー2エースだ、これ打ったらマジか、あー出たー、うわー
の皆さん延長になりました。延長戦、今大会初の延長戦。さあ初ですよ。いや熱いですね。さあ延長になりました、はい、まず延長に入る前のタイムアウト今30秒あります。30秒、はい、30秒。そして延長はですね、はい、シンプルに2点を取った方の勝ち、はいはい、2点選手ですね。2ポイント1本でもよし、1ポイント2本でもよし、そうです、ここは難しいところですよ。そうです。はい、はい、MC の桜井さんも言ってますがスコアボードが先に14点取ったチームの勝ちです。はい、いやこれあと攻守がね最初に勝ったチームはもらえたんですけど、そこがまたスタートが変わるんですよね。そうですね、逆のチームがスタートです。最初は安城学園、メリノールのスローインだったかな。そうですね、はい、確かそうだったので安城学園のオフェンスボール、さあどっちを狙っていくのか、はい、ちょっと楽しみですねこれ。さあ傘の下で安城学園は何を考えているのか4人入ってますからね、あれに可愛すぎる、準備がいい、マスマスがっすね。さあ会場ではクラップが盛り上がってます。 DJ アーニーさん非常に盛り上げています。さあ先手どうする、ドライブに行く、もういいディフェンス、ナイスパス、おお、ファウルだ、これファウルだ、いいブロックでしたけどね。まあでもワンショットなのでこの1点の後どうするかですね、決められるか。まずはよー、土壇場で決めてきた。さあメリノール1点ずつなのか2点返すのか。さあ堂本、堂本、おお、まだまだ、いやー惜しい。さあ行って、あっと、おっと、さあミスにつながった、いいハンドでした今。さあチェックオフェンス、メリノールボール、はい、今13対12ですね、はい、おお、うわー、ナイスレースボール、素晴らしい、素晴らしい、どちらのチームも、はい、さあ YouTube では私たちの声のみしかありませんが非常に盛り上がっております、はい、やばいですねこれ。さあ安城学園1点取ったらもう勝ちだ、おー、スティール、さあこれはどっちのボールになるのか。さあこれはミリノールのボールですね、スティールしてるのでディフェンスですね、はい、これはメリノールがスネークセリアですね、ルーズボールでグッドサインが、ね、2つ出たらあれ全部ディフェンスボールになるんですよ、はい、さあどういくのか、6秒、残り5秒、さあ堂本、あー惜しい、これは届かなかったですね、惜しい、いやハラハラドキドキの中、体もそろそろ来る時間、そうですね、もうオーバータイムは本当に気持ちも心体がどっちも落ち着いですからね。さあ来るか、うわー、まだ、うー、ナイスだ、これは、あー、さあシュート前、今安城学園の佐藤穂乃香よく切り替えましたね。いやすごかったですね、いいキープでした。さあどちらも6対6のファウルになりましたからね、次から2点ですからね、フリースロー、うん、そして1回でもファウルするとフリースローが2回となります。さあもうファウルもできない状況、押し込む、あこれでフリースロー、ファウルが7回になったためフリースローは2回、はい、自動的に2回与えられます。さあ日本チャンスありますよ、安城学園は。さあこの番佐藤穂乃香決められるか、さあ怖い、この空気がね、ちょっとね、緊張しますからね。いやあ、いやこれはやばい、傘の中で盛り上がる安城学園、傘の中で傘付きですよ素晴らしい、いやすごい試合だった、いやリバウンドが制しましたね最後、いや健闘します、逆
点されても追いつくというメリノールも、なんかね、あの最後のフリースローね、最後マウリ姉妹がね、クマムシとトークショーしながら、ね、ダメよでもそんな中マウリ姉妹外してたからね、やばいですね、プロとしてどうなんだと練習してきます。いや午後の一発目、四日市メリノ学院対安城学園、延長の末安城学園が勝利し、はい、エキシビジョンマッチの出場権を安城学園が取りました。おめでとうございます。まだまだここから、試合も続きますし、プロのチームも参戦します、はい、ぜひぜひ引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日の男子予選ラストゲームに参ります。両チーム選手の紹介に参りましょう。昨年のディフェンディングチャンピオンの登場です。アルボラーダ U18、アライナンバーセブン増崎優太、ナンバーナイン井原ひろむ、ナンバーシックス柴山歩夢、ウウウいるんですね。ちゃんとね、なるほどなるほど、ね、役割っていうものいるんですね。ちゃんとね、なるほどなるほど、ね、役割っていうものがあるんで、いいですね大丈夫です、ちゃんと参加しますこちらでしっかりと私もかけられるように、おお、うん、スクリーンをかけながらですね。さあ今2ポイント放ったのは7番の増崎優太選手、はい、第1試合もね積極的に打ってたので、うんうん、ここも狙ってきますね、だいぶ、うん、おー出たー、このフォーメーションだ、エロー、さあ今シュートからの好転を見せてくれそうになった11番の立山選手ほとんどもう半分いってましたね今体がさあ彼も非常に見せる選手です、ぜひ注目してください。おー、まさか見せてきますよこの試合も立山くん。さあナイスリバウンド、リバウンドは8番柴田優里選手、この柴田選手の献身的なプレ松崎優太、この私この松崎選手の落ち着いた感じすごく好き、いやそうなんですよね、あの表情変わらず淡々とやるんですけども、素晴らしい選手です。松崎優太選手はですね、奇跡っていうのをね、ぜひ彼が作ってほしいですね。うわ、さあそのアルボラーダに対して煽ってますね、やり返すか、なあすごいところから飛んできた、いやーいやすごいインテンシティが高いですね。すフットバックを決めたのは12番橋本武尊選手、いやその前のねパスフェイクね、あのレイジョンロンドみたいなプレーした立山幸喜選手も素晴らしかった、やばかったですね、ヌビエル見るやつやっていう、なんかクリエイティブ力半端なくない、そうですね、本当になんか単純にやるだけじゃなくて、そうそうそう楽しそうだよね、そうなんですよ、ああいった技術の、まあ、使い方ですよね結局は、もうなんかやるだけじゃなくて見せるバスケというか、そういったところは本当に楽しいですね、こっちも見ていて、やっぱ楽しさをちゃんと忘れずにプレーしてるね、はい、お姉さんたち嬉しいね私たちも嬉しい、あんな風に頑張りましょうさあオフェンスは桜川高校、お押し込んでいく、パフォーマンス付きでパワーやってます、パワーパワー、筋肉かな、おお、いやいいレースだ、トラベリングとレフリー、レフリーも爽やかなサーファーみたいな方です、短パンがいいですよねやっぱり可愛 い、まあ5人制では見られないいろんなものが見れますよセレクスリーは、本当ですよ何でもありですからこれも、はい、おさあ今アタック惜しくも外れたか、松井会議惜しい、アルボラは12番の橋本選手が活躍してる、いやさあこれが来る、来た松崎優太、これが来る、いやー楽しい試合だこれは、さあ負けじと決め返す、落ち着いてる、さあ来たこれ決めたら、これが入るのか、来た、やっと来たぞ9番井原ひろむ、
素晴らしい。今ねやっぱ桜ヶ丘1点で重ねたところを2点で一気に追いついてきましたからね、4点分。おーおーおー、ストリートなのか。さあさあ時間に、いやー本当に1点躍動してますね。いやこれはやばい。松崎、松崎おー追い詰めている。お素晴らしい。さあ少しずつアルバのディフェンスも良くなってきてる。いやーすごいですねこの。さあ松崎優太オンファイヤー。素晴らしい。お互いにいいとこ出ます。さあちょっとね桜ヶ丘も焦ってるんじゃないですかね。そうですね、ちょっと一気にいけると思いきや、桜ヶ丘もこの競ったゲームはこれが初めてですから、ぴったりついてきますね、はい、アルボラーダ。さあフリースローワンショットとなります。さあアルボボール、松崎がボールを持っている。どう使うのか。あー惜しい。いいディフェンスですね桜ヶ丘。さあ桜川がパスカットしましたが、もう一度アルボボール、ショットクロック5秒。さあロングツー。さあもう一度自分でリバウンドを取って、おーファールをもらいました。あーいいですね、こういうお互いをたたえ合う感じもいいですね。そうですね、ちゃんと助け合って手を取り合ってですね。確実に取りに来た。さあ1点をしっかりと立山決め、残り1点差。たたく、いやー決めたな。9番井原博夢、今のいいカウンターアタックだった。ブルからの、あさあ確実に1点の桜ヶ丘。ナイスキャッチ。まだつないでいた。惜しい惜しい。ここで終わりじゃないですか。ちょっと見つかってきましたかね。さあきつくなってくるとき。さあここからもう根気の勝負です。マジで、うわ入りそう。惜しいんですよ。あうまい。今ねこうラリーがすごく続きましたので、一旦わざとファウルをして一息呼吸をつくという。そういうことですね、はい、熱い試合です。さあアルボはこの後ファウルをすると全てがフリースロー2回となります。さあディフェンスもなんと決めてきた。ステップバック2ポイント。これでおっとおっとここから、そしてなんとファウルです。これでフリースローが2本、はい、7回目になりますと自動的にファウル、全てのファウルはフリースロー2本が与えられます。なんてことだ、素晴らしい。2ポイントからスティール、そして今フリースロー、一気に流れを変えた10番松井海里。いやただでは終わらないぞと立ち立ってという気持ち感じましたね今。そして17対15、あと4点でなんとノックアウト勝利も近づいてきてます。そうなんですよね、お互いにノックアウトがあり得る範囲内にいるという。急に状況が変わりました。さあこれで3点差。ちょっと1本欲しいですね。どこを狙ってくるのか。アルボラー、あドッジボールですかね。アルボラーですね。アルボールですね。ショットクロック4秒です。ショットクロック4秒。さあ太陽もどんどん照らしてきた。どうなる。佐々木選手シュート外した。惜しいです。さあボールを渡さない立山幸喜。俺が言ってやると。おおお、最後まで見せてくる。これシュートファールですね。しないで見たかったですね。そう、ファール吹かないでもうちょっと見といてくださいって言って今最後まで。東京 BB VS アンテロープスと仲間たちのゲームはこの後15時からを予定しております。今しばらくお待ちください。
チーム選手たちがこの 3x3 コートに登場します。一番楽しみなところ、さあコートで再開となります。10分ほど皆様少しインターバルありますのでお待ちいただいて、はい、そこからの盛り上げにまた少し体力を温存しながら、はい、このコートに戻ってきていただければと思います。はい、10分ありますけどね、皆さんここにいらっしゃる皆さんはまたこの場所で会えますよね。どっか行かないですよね。見てますよ。ぜひ皆さんでね、栄のど真ん中最後盛り上げていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ我々も水分補給をしながら10分後にまた皆さんのコートでお会いしましょう。はい、
YouTube エベの部屋をご覧の皆さん、こんにちは。マウリプレゼンツ第2回スレキセマーベラス8サポーテッドバイアイルエンジニアリング株式会社、会場は栄広場ス、名古屋栄のど真ん中にてスレキセコートを敷いて熱い熱い試合を午前中から繰り広げております。今の時間はですね、高校生たちの予選の試合が全て終わりました。そして小休憩を挟み、その中でチアパフォーマンス、またこれも素晴らしかったです。リノキッズスクールさんが、素晴らしいチアパフォーマンスをしてくださいました。そしてここから、今現在の時刻2時50分ですね、10分後から3時からなんとプロのスレキセチームの東京 BB がこの愛知へ来てくださっています。そしてこの対する対戦相手はなんと名古屋を拠点とし W リーグで活躍をしているアンテロプス、トヨタアンテロプスの選手たちが来てくださり、エキシビションマッチをしてくれます。さあ、そしてここからは、MC の桜井さんとマウリ姉妹の姉であるエブリンにマイクをお渡しし、選手の入場からスタートしていきたいなと思います。ここからですね、もう本当バチバチなスレックスリー、スレックスの選手たちが生で見れるいい機会ですので、ぜひ皆さん、YouTube をそのまましっかりとご覧ください。よろしくお願いします。マウリシスターズ 3x3 マーベラス8、プレゼントバイアイルエンジニアリング株式会社。それでは間もなくゲーム再開です。さあ、行きますよ。ではここから国内リーグでもプレーする日本のプロ 3x3 女子チーム、まずはこのチームを紹介しましょう。はい、行きましょう。最初に登場はこの地、東京 BB ナンバー6岡田真央、ナンバー11栗原理香、ナンバー24北澤日向子、ナンバー3本優奈。いやー、レッツゴー。そしてこの方たちが今日対戦相手としてオンコートです。呼んでみよう、アンテロープスと仲間たちの登場。まずはメリノールの3人から、ナンバー6小久保咲希、ナンバー7小倉佳也、いやナンバー5、ヒルナギミユ。さあ、ここからはおなじみアンテロープスの2人の登場だ。ナンバー22、パレイノリコ、レッツゴー。ナンバー37、平野美月、エンナンバー10、マウリーステファニー。それまでリノダンススクールのみんなありがとう。リノチアスクールのみんなにも大きな拍手を。ありがとうございます。さあ、ここからはですね、プロチームの対戦となります。マーベラス8初めての取り組みとなっております。はい、この2つのチームが勝った方が高校生優勝チームと真のチャンピオンを決める戦いに挑みたい。なるほど。はい、今回ですね、今回ですね、こうやって、地元アンテロープスと仲間たちのメンバー、そして東京 BB、 前回も出演していただきました
非常にバチバチの戦いをしてくださった奥田真央さん、筆頭にですね、国内の 3x3 でも活躍しているメンバーが揃っております。はい、はい、さあ、改めまして、もはやもうドリームマッチとの様相をしております。さあ、YouTube エブの部屋をご覧の皆さん、こんにちは。現在ですね、マウリ姉妹、スレキシ、マーベラス8、後半、そしてエキシビジョンマッチ、ここまでやってきました。今皆さん画面上見てると思いますが、なんとスレキシのプロのチーム東京 BB が参戦してくださって、そしてなんと名古屋を拠点としている W リーグのチームトヨタアントロープスがエキシビジョンマッチで来ております。いや、すごく嬉しいです。そしてですね、まあ、ここにマーリ・ステファニー選手もトヨタアンテロプスとして参戦するので、今この解説席には来れないというところでスペシャルゲスト用意しました。トヨタアンテロプスの梅木千夏選手に来てもらいました。梅ちゃん、お願いします。よろしくお願いします。アンテロプス19番の梅木千夏です。はい、イエイ。さあ、梅ちゃんをスペシャルゲストに、ご招待してこの試合を見届けたいんですが、梅ちゃんどうですか、まずこの雰囲気、ちょっと簡単に感想を。もうめちゃくちゃ会場は暑いし、気温も暑いし、最高ですね。いや、本当にね、この栄、名古屋の栄のど真ん中にスレキシリーをできるっていうのは、もう真売り姉妹しかできないですね。そうですね、真売り姉妹だからこそできた、この栄のど真ん中での大会だなって思います。うん、いやー、梅木選手もね、あのスレキシーの体、あの経験もありまして、彼女もね、ツーポイントがもうバンバン入るね、今日ね、今回も見れたら嬉しかったんですけども、はい、今日は解説で一緒に盛り上げてくれます。はい、後ろにはあの横山千奈美選手、アンダー19日本代表から帰ってきた横山千奈美選手も来てくださっています。さあ、このエキシビジョンマッチ、東京 BB 対アンテロープスっていう風になってるんですが、まずここで一番大きいのは、まずマーリー・ステファニー選手、マーリー・ステファニー選手の日本でのラストゲームとなります。彼女はここからスペインの1部リーグ、ユーロリーグに参戦するため、日本でのプレーは一時中断となります。世界へ羽ばたく前のなんとエキシビジョンマッチ、貴重な、非常に見どころのあるゲームとなっています。ぜひ梅ちゃんと一緒に見届きたいと思います。はい、楽しみです。さあ、行きましょう。さあ、会場は非常に盛り上がっております。では見届けていきましょう。さあ、最初のオフェンサー東京 BB、 もうスレックスリーのプレーをしているチームたちです。さあ、ファーストショットは1番の岡田真央、惜しくも外れ、アンテロプス。さあ、22番のパレンヌルコ選手のシュートが決まりました。上ちゃん、どんどんこう何でも言っていいですからね、はい、もう思ってることどんどん言いながらやっていきましょう、はい、よろしくお願いします。パレ選手はあの今シーズン、トヨタに来て、はい、まだあのチームで練習合流したばっかりなんですけど、すごいトヨタの雰囲気に馴染んでて、すごいキャラも面白くて、そういうところも楽しみに見てほしいなって思います。もう電撃移籍でしたもんね。そうですね、はい、インサイドがね、あのステファニー選手も、おっと、まず今ツーポイントが決まりました。11番栗原理香選手、このツーポイント大きい。そうですね、ぜひトヨタアンテロプスに入団したパレイ選手注目してください。そして栗原選手2本目、惜しくも外した。そして平野選手、さあ、太陽に照らされながら素晴らしいエキシビジョンマッチしております。さあ、もう一度東京 BB、 さあ、今2ポイント狙いました1番の岡田真央。さあ、ポストムーブ、惜しい。今相当太陽が照らしております。もう立ってるだけで体力が削られそうですね。いや、これが今一番気温高いんじゃないですかね。そうですね、少し曇りになってほしいですね。そうですね、雲ちょっと出てきてほしいですね、はい、さあ、ステファニーさん、おー、ナイスカット、うまい。さあ、本ユナからのアシストパース決めたのは1番岡田真央。
さあステファニー選手来た、うーん、2ポイント惜しくも外しました。さあ今黒のユニフォーム12番で来ているのはなんとマウリ姉妹、この大会のプレゼンターであるマウリ・ステファニー選手、ここからもうスペインリーグに行くことが決まっています。これが最後の試合です。暑そうですね、はい、そしてこのエキシビジョンマッチはメリノールの選手たちも一緒に入ります。はい、メリノールトヨタアンテロップとコラボですね。そうなんですよ、メリノールの3選手も一緒にプロと参戦しています。貴重な機会、ダブルチームいきましょう。ハードです。平野選手ナイスルース。さあアウトオーバンズからまた東京 BB のスローインです。ショットクロック5秒、東京 BB は白のユニフォームです。さあ残り3秒、さあ打つか、おー、さあスレックスリーらしいフォーメーションからしっかりと決めた岡田真央からの、さあ平野もシュート打ちました、惜しくも外れた。さあボールを持っているのはホン・ユナ、もう一度、うーん、さあ今シュート決めたのは北澤ひな子。さあ今気づくと平野選手と高校生のコラボになっています。おー、ノールックですね、惜しい。平野選手もクリエイティブなプレーしますね。そうですね、うん、平野さんすごいアシストが上手なので、うんうん、ノールックパスとか、うんうん、すごい面白い、見てて楽しいプレーをしてくれるのでそこ注目したいですね、まあね、なかなか5人制の選手がこの場でこの会場で見れるというのはないですからね。そうですね。さあ岡田選手2本目、惜しくも外した。あ、おさあルーズボールに飛び込みました、はい、まあ、飛び込めば飛び込むだけね、このスポンサーの皆様はもう万々歳ですので、はい、ぜひ飛び込んでいってほしいですねさあオフェンスはアンテロープスとその仲間たちチーム。さあステファニーがボールを持ってる、おお、さあステファニー選手なかなか来ない、ミスマッチですね。さあその間にポストアップ、はい、東京 BB ミスマッチをうまく突かれましたね。おお、強いパレイ選手、強いです。さあ残り10秒、おお、見せるいろいろ見せてくれました、セファニー選手、ナイスハンドリングでしたああいうお茶目なのがセファニーですね、セファニー、はい、いろんな見せ方を知ってるステファニーさあ気を取り直して東京 BB スローイン、さあ外れる、うん、さあボールが外に出てオフェンス攻守交代、アンテロプスとその仲間たちボールですね。そうですね、はい、黒ボールからですね。アンテロプス1点欲しいです ね、 そうですね。さあプルアップ、うん、なかなか入らない、さあリバウンド取る、おお、さあどっちボールだ、いやパレイ選手すっごい熱そうな顔してる熱そうですねすっごい熱そうな顔してる、はい、めちゃくちゃ熱いと思いますお、今ボールを持ったのはメニローヌ5番ヒルナギミユ選手、いや貴重な機会だね。さあもう一度アンテロプスボール、さあポストアップ、さあいよっ、ノリカ選手いいですね、おっとミスにつながった。さあもう一度トヨタ自動車ボール、アンテロプス、さあ非常に熱すぎるため選手交代が活発に行われております、はい、試合時間残り5分26秒東京 BB 対アンテロプスその仲間たち7対2で東京 BB が勝っております。おお、うん、今のシュート入りそうだった6番小久保彩希選手、
さあ攻守交代、さあステファニーがボール持った、そしてまたボール持ったな、小黒カエアからステファニー、あー、さあそろそろステファニーのシュートが来ますかね、入りそうですね、今のアシストパスも良かった。さあ攻守交代変わります、また東京 BB のチェックオフェンスからです。東京 BB はスレック3のチームなので非常に経験も豊富です。さあ1番の岡田真央のシュートは外れ、もう一度アウトオーバーンズ、トップからアンテロプスと仲間たちボールです。おーおー、さあプラのチームに対して7番小倉海也のドライブ、ファールをもらってフリースローワンショット、初めてのファールですね。そうですね、すごいナイスアタックでした。いやこういうね、いろんな人に見てもらいながらね、こうアタックをするって気持ちいいですね。さあフリースロー外れて東京 BB ボール、うん、さあボールはアンテロプス、さあ来るか狙うか、マジか、うん、いやいいね、小倉選手積極的、積極的です。あー惜しい。さあ2面ゲームのタイミングが合わなく思わずアウトオンバーンズ、そしてまたアンテロプスと仲間たちのボールからです。さあ非常に暑い中、まだ試合は4分29秒、はい、見てる側は、ま、もう4分なんですけど、多分やってる側はまだ4分っていう感じですよね、うん、そうですね。おうまい、ナイスドライブ、いやいいムーブでした。37番平野美月、さあ3秒、うん、これはエアボール。さあ少しずつアンテロプスの流れになってきましたかね。そうですね、7対3、うん、まあもう 3x3 だとね4点差すぐですね、はい、まあ、あの梅木選手の得意なスリーポイントを打てばもうすぐ2本で追いついちゃいますから。いやでもちょっと眩しくてこれは入りづらいかもしれないですけど、す、ね、はい、さあ平野選手の、うん、惜しい。さあ攻守交代、東京 BB、 さあ鈴木、ナイスパー、のりこ選手、おっと、すいません、はい、ちょっと私たち解説席までボールが飛んできましたが、非常に強度が高く常に攻防の激しい競技となっております、スレックスリー。さあぜひエキシビジョンマッチ、マーベラスな試合楽しみましょう。さあリバウンドはパレーのりこ選手、アークの外に出ればオフェンスの攻撃権がもらえます。うん、もう一度パレイ選手、おステファニーとのこのコンビネーションもなかなかレアだぞ。おリバウンド取った、自分で打って自分で取りましたね。来ました、ステファニー選手の得点、はい、皆さん今後見たい場合はユーロリーグを見てください。おっとボールは飛んでって、はあ、さあはい、残り3分10秒、スコアは7対4、東京 BB が3点勝っております。そしてチェックボールはトヨタアンテロプス、お少し曇りになってきました、選手としてありがたい、はい、涼しいです。あーナイス、さあ来ました、37番平野美月、これで1点差、ナイスパス、おやられたらすぐにやり返してきます ね、東京 BB 岡田真央選手から最後、はい、N1 決めたのは11番栗原理香選手、いいコンビネーションでした、はい、すぐにお返しするところですね。ツーポイントも綺麗でした、はい、うん、このリバウンド外れてステファニー選手リバウンド、手足が長い、おお、おお、見せてくれます、おお、おお、あー、いやー惜しい、角度のないシューター難しいですね。さあこちらも外れる、さあ東京ビビつなぐ、うん、いいパス回した、これもエアボール、
さあこれも外します。やっぱ外なのでねシュートの感覚が難しい。そうですね、風も影響してきますからね。うん、ナイスパス、ナイスシュ。さあパレイ選手しっかりとインサイド決めて、これで1点差。はい、難しい角度でした。おお、ナイスパス、ナイスパス、これも外れて、さあステファニー選手見せる。おお、2人のツーピーム、マジ。あー、逆転ですね。さあ見せてくれる逆転ショットは、はい、マウリ・ステファニー選手の2ポイント逆転して、しかもスクリーンはパレイ・ノリコ選手、はい、そうですね、皆さんこれダブルリーグの試合でもなかなかないですよ。そうですね、センター同士というか大きい人たちでなかなかピック使える人はいないので、やっぱステファニーさんもすごいですね。本当にマルチにプレーができるステファニー選手、はい、うん、そしてミスにつながりました、はい、東京 BB。さあ皆さんここからですよ、試合時間残り1分43秒、はい、得点は8対9、アンティロープス1点リード。白熱した試合ですね、そろそろステファニースイッチが入る頃だと思います。そうですね、あ、ナイスキャッチ、パレイ・ノリコのアシスト。さあ2点ビハインド、ブロック、かわしました、タイミングずらしてすごく上手ですね。かわしたシュート、岡田真央、いいシュートでした。さあ平野美月、おー、うまい、あー、惜しい、いいシュートでした。さあミスマッチ、おー、すごい、これで同点。さあ1分切りました、1分切りました、すごい。さあプレーが止まらない、はい、ファールでちょっと止めたいところ。さあみんな疲れてきてる、2、1、さあプレーは続いています、続いてます、残り7秒。さあどちらも1点欲しいですね。はい、一旦プレーを中断します。今のはショットクロックオーバータイムということで、タイムアウトです。はい、ここでやっと一呼吸つきました、タイムアウトです。タイムアウトは30秒、各チーム1回ずつ取れます。そして今現在の試合21.8秒、そして同点でございます。同点、はい、さあ今アンティロプスの仲間たちはメリノールの選手たちも一緒に作戦会議をしています、はい、こんな機会なかなかないです。そうですね、すごいレアな機会で、はい、ザウブちゃんどうですかこの試合展開。もうめちゃめちゃ熱いですね、もう大興奮の試合で、あと21秒だったらとにかく1点どちらか取りたいなっていう感じです、うん、はい、さあどうなるか、一緒にエンジンもやっていい機会です、はい、さあこの試合の後はですね、また最後ゲームがありますので、もうワンポゼッションずつありますね両方、ナイス、3秒、2秒、あー、おーっとリバウンドつないだ、さあファール止めました、はい、止めました。そして、上からのチェックオフェンスとなって残り 5.8秒、東京 BB ボールです。そうですね、お互いファールはまだ使えます、はい、2回と1回です、まだ使えます。会場もすごい盛り上がってますね、はい、さあどうなる、あー惜しい、うん、延長戦ですね、延長になりました、すごい、さあ延長はですね2点先取、どちらかが2点を取った方が勝ちです。なので今スコアは10対10なので12点になったチームが1位です、はい、2点を狙うのか1点を狙っていくのかっていうのがすごい楽しみですね、どちらのチームも。梅ちゃんやっぱり2狙いに行きたい派、
いや私はですね2が得意なんですけど、やっぱ確実に取りたいので、うん、1点狙っちゃうかもしれないですね。こういう本当駆け引きがね出てきますよね。そうですね、うん、でもその日当たってたら2狙いたいなと思うので、うん、平野さんもステファニーさんも2決めてるので、うん、はい、2狙ってもいいかなって思います。いや非常に大変な試合になっております。皆さん、これがマウリ姉妹プレゼンツ第2回スレクシーマーベラス8、マーベラスな試合を繰り広げております。すごい試合を見せてくれてます。はい、もうあの隣で梅木選手は、ね、もう出たそうな感じであのマイク握ってます、はい、マイクじゃなくてボール触らせろっていう感じで、ね、めちゃくちゃうずうずしてます、はい、いやね、今シーズンも、ね、爆発してくれると思いますので、ぜひ皆さん、はい、梅木選手の応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、あの解説席で宣伝しちゃってすみません、はい、さあ最初のチェックボールオフェンスは東京 BB でしたので、それが表裏が変わりました。ポーダーアンテロンプスのスローインです、はい、さあどうなるか、レッツゴー。ピックプレーから2点選手なので時間はないんですよね。おっとミスにつながった。さあどうする、ファウルは使える、2点を狙うのか。あスレックスリーのプロが底力を見せた東京 BB、 なんと2ポイントを決めて延長を下したのは東京 BB。 素晴らしい、もうパス回しのフォーメーションだったと思います。すごかった、おめでとうございます。これはすごかった。いやアンテロープスとメリノールの選手たちもね素晴らしい試合を見せてくれましたね、はい、いいアタックも見れたし、トヨタアンテロープスと、はい、一緒にプレーするところが見れて私もすごい楽しかったです。はい、はい、まあ、これでね、こうステファニー選手はなんと国内の試合が最後っていうところで、はい、また皆さんね、ここからのマウリス、ステファニーの活躍はぜひ、はい、ユーロリーグで見てください。そうですね、はい、すごい最後まで、そうですね、もう一試合ありますね、はい、はい、もう一試合あるのでぜひ皆さん見てください。それでは、はい、今の試合、東京 BB とアンテロプスの試合は予選、延長の末、東京 BB が勝利しました。ゲスト解説には梅木千夏選手に来ていただきました。梅ちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後も皆さんぜひ楽しんでいてください。ありがとうございます。ありがとうございます。オッケー。さて今大会ももうあっという間にあと3試合ですね、エブリンさん。いやまだまだやりたいなって思いますけどね、はい、あと3時間ぐらいやりたいなって思いますけど、長いな、それな夜がいいな、夜がいいな、うん、はい、さあみんな高校生のみんな一気にここベンチ減ってるけど大丈夫かな。さあまだまだここからもう一段階バイブス上げていきたいと思います。本日男子のゲーム、男子のゲームは次がラストゲームです。OK、 それでは両チーム選手の入場、 3x3 マーベラス8男子ラストゲームに参ります。まずはこちら高校生男子1位チームの入場です。いやー、 All right、 最初に登場はこのチーム、桜ヶ丘高等学校ナンバー9平俊也、いやナンバー12橋本武宏、ナンバー11立山幸樹、ナンバー10松井海里、最高よ、対するはこのチーム 3x3 プロチーム京都 BB、 ナンバー40石野勝負、ナンバー70福田元気、ナンバー31尾上春樹、
赤坂岡岡バーサスブラック京都 BB のゲームに参ります。いやサムネ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 、イエス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 、最高サムネイルですよ今のは。あはい、ということで男子の優勝チーム桜川YouTube エブの部屋をご覧の皆さん、さあいよいよどん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 大詰めにかかっていますが、ここからはですね、男子のエキシビジョンマッチ、なんと京都 BB 対男子1位で勝ち上がりました桜ヶ丘高校との一戦です。さあ京都 BB のプロの選手が、男子チームが来てくださっています。そして風は吹いているもののしっかりと太陽に照らされたモルテンコート、名古屋栄のど真ん中で選手たちは熱いプレーを繰り広げています。さて先ほどまで梅木選手に解説をしてもらいましたが、なんとチームから承諾がいましてね、まだまだ解説をしていいということなので、この試合引き続き梅木選手に来てもらいたいと思います。よろしくお願いします。ちゃっかり解説のポジションをゲットしました、ね、梅ちゃん。これからちょっと狙っていきたいなと思います解説のポジションも、まあ、もちろんねメインはプレイヤーですけどもね、はいはい、こういった、はい、活動の時は、はいはい、ぜひぜひ。さあ会場も非常に盛り上がっております。ここからですね、新品桜ヶ丘高校の選手たちがなんとプロの選手にマッチアップできる機会があるという、さあ下克上なるかプロのチームが勝ち上がるのか、ここ非常に楽しみですね。なかなかプロの選手とできる機会というのはないので、うん、すごい楽しみだと思います、うん、どちらのチームも。そうですね。さあチェックオフェンスは桜ヶ丘高校のボール、はい、おおファールになりましたね、はい、ちょっと今のファールは優しかったな。そうですね、おお見せてます。おーナイスドライブ見せてくれますね。さあ残り5秒、おおおっと一発目、ね、桜川高校が向かっていってます。はい、ファーストショット聞いて決めたのは11番立山選手、もう一度1対1が始まります。おお、惜しい。おお、さあ立山選手、さあ次は京都 BB ボール、うん、ナイスリバウンド。さあ惜しくも外れた、ノーファールですね。さあ今シュート決めたのは福田元気選手、綺麗なツーポイントショット、はい、すごく綺麗でした。さあ立山選手挑んでいく、あ1対1のスキルがどの選手もすごいですね、はい、この立山選手、11番立山選手はもう初戦からもう見せまくっております。すごい、もう見てて楽しいですね、さあフリースローしっかりと沈めて2対2の同点、おっとまたボールを外に返して、今のシュートは14番石野勝負選手のシュートでした。おおお、うん、このシュートは惜しくも外れました。今シュートを放ったのは10番松井海里選手、いやプロに向かってどんどん向かっていく感じいいですね。そうですね、全然プロの選手にビビってないところがすごい見てて、おお、なんと
けどよくわからない。よくわからない。おお。さあディフェンス本領発揮。そうですね。やっぱりここというところでは守ってきますね。さあ31番小野春樹選手。ナイスパス。イエーポイント。いやしっかり決めてきますね。そうですね。さあ高校生の熱い気持ちをしっかりと受け止めている京都 BBA、 さすがプロチーム。さあもう一度11番立山選手が狙っていきます。さあこれも外れる。アグレッシブですね、すごく。おお、強い中も橋本選手いいディフェンスだった。はい、体も負けてなかったですね。わすごい、高校生とは思えないスキルですね。やり返してる。見せてくれます。うこれはすごい、すごい見せてます。立山選手一歩も引かない。さあこれはプロの京都 BB、このままじゃいられませんね。自分でリバウンドですね。さあシュート外れて、もう一度立山選手。おお、さあボールはもう一度31番尾上春樹選手。おお、すごい高校生。はい、観客席もすごく盛り上がっています。これはすごい。バチバチ、あ、煽りがすごいですね。バチバチ。今コート上の MC は馬瓜姉妹が盛り上げております。さあ31番尾上選手。やり返しますね。あー、今パスミスが起きたので桜ヶ丘高校のチェックボール。そして6分30秒5対5。あうん、今のはちょっとパワーで、ね、はい、取られちゃいました。ちょっと高校生よりのファウルしてますね。惜しくも外れ、はい、京都ビビボール。さあボールを持っているのは福田元気選手。うん、シュート外す。おっと、2狙ってた、はい、さあ惜しくも外れ。もう一度トップからチェックオフェンス。さあいい勝負しております。はい、同点ですごくもうバチバチしているのがもう見えて伝わってきますね。さあ下克上となるのか、プロの選手がしっかりと勝ち抜くのか。もう一度ボールは尾上春樹選手。おお、今ボールがいろんなところにいた気がしたけど、はい、しっかり決めました。最後決め切ったんで、すごいです。おファールですね。これもファール、はい、5回目ですかね。さあ着々と京都 BB のファールの数が5回になりました。はい、5回になっちゃいました。そして桜ヶ丘はなんとファール1つ。これは誰
判断せると非常に響いてくるファールの数であります。そうですね、ファールの数は6回以上7回以上してしまうと自動的にフリースローが2本与えられるので非常にファールの数っていうのは気をつけたいです。さあこちらもシュートファールになりましたかね。シュートファールですかね。はい、フリースローとなります、はい、そして桜川岡ファールが2回となりました、はい、うん、さあボール取って、うん、しっかり決めてきます。2本目2ポイント、はい、しっかり決めてきますね。やり返すか。さあ非常にこの熱い炎天下の中男子が男の子たちが熱い試合を繰り広げております。さあ2点ビハインド、まず京都 BB 突き放すか、はい、残り3秒、残り3秒、3秒です。おお、フェイントして、うん、ここはすごい落ち着いたプレーでした。さあ守ってます。9番平利也、5秒、3秒タフショットですね。ショットクロックとなりまして、チェックオフェンス京都 BB から、さあ試合時間残り4分10秒、スコア9対7、2点差で京都 BB、はい、タイムアウトですね、はい、タイムアウト取りました、はい、まずですね京都 BB エキシビジョンマッチで京都から来てくださいましたが、なんとプロチーム3人しかいません。3人で戦ってたんですね、はい、いくら高校生とマッチアップとはいえ3人は非常にきついです。元気すぎて4人いるかと思ってました。はい、3人と感じさせないパフォーマンスがあると、う、ね、うん、素晴らしい。さあ今タイムアウトを取ったら京都 BB、 タイムアウトは各チーム1回ずつ与えられます、はい、そして30秒、30秒の中で、まあ、ここからどうしていくのかを話し合います、はい、このハードな試合で30秒しかないっていうのもすごい3倍のきついところですよね。さあここからどうなっていくか、マイシマイプレゼンツ 3×3 マーベラス8、京都 BB 対桜ヶ丘の試合です。あさあ、おお、さあ残りまだあるぞ、6秒、あ3本目ですね。福田選手、はい、オンファイヤー、ファイヤーですね、3本入ってます。さあ立山選手また挑む、おっと攻守交代、なんと4本目、福田選手4本目、さあとどめを刺す、5本目、うん、さあ今のは外しました、怖いですね。おお、高校生も負けてないです。9番平利也、アリウープ、そしてすごい笑顔ですね、お楽しんでます。さあ今のシュートはノーカウントですかね。はい、一回レフリータイム入ります。はい、カウントになりましたかね。さあ今の得点はカウントですか。カウントになりましたね。さあ今の得点はカウント、そしてもう一度チェックオフェンス、そして桜ヶ丘のボールでいきます。残り3分、14対8、
まだ挑んでいきますね。さあ立山選手挑む挑む、すごい。そうですね、ダブルリーグで言いますとダブルリーガーに対して高校生が挑んでるっていうような感じですかね。そうですね、もうもしそういう状況だったらどうですか梅ちゃん。そうですね、絶対に負けたくないっていう気持ちでやるんですけど。なるね、はい。でもこうやってね、今の進路に称え合うっていうのはすごくいいですよね、はい、すごくいいと思います。さあもう一度セットオフェンスから、はい、はい、今ちょっと転倒がありましたので、はい、一旦レフリータイムが入ります。試合時間残り2分43秒、はい、コートは大丈夫でした。はい、オフィシャルタイムアウトが入ります。オフィシャルタイムアウト入りました、はい、ではこの時間にどうですか今この試合見てて梅ちゃん感想を。もう高校生とプロの試合とは思えないぐらい、どちらももう本気でやってるのが見えてすごい楽しいです。いや、なんか気持ちいいですよね、はい、高校生がこの見られてる中で、はい、物おじせずに攻めているこの姿。そうですね、やっぱグッときますよね、はい、そしてそれをきちんと受け止めるプロのチーム京都ビービー、はい、もう最高のシチュエーションですよね。しかもどちらのチームも笑顔でプレーしてるんですよね、うんうん、それがもうすごい、はい、なんか見てる方も気持ちいい試合ですね、はい、そうですね。さてオフィシャルタイムアウトで中断しましたが、東京 BB14 点、そして桜ヶ丘9点、そして桜ヶ丘のスローインチェックオフェンスでもう一度スタートです、はい、さあこれ待ちながらですね、この音楽に合わせながら、会場の音楽は DJ リカックスさん、 W リーグを盛り上げている DJ リカックスさん、かっこいい、はい、かっこいいです。ではですね、音楽は流れないんですが、はいはい、非常に盛り上がっております。リカックスさん、ダブルリーグでもチームの音楽作ってくださったりしてるので、はい、思います。いいですね、はい、ところどころにダブルリーグ入れてく梅ちゃん、しっかり、はい、いいですよ。男子の試合でもダブルリーグ宣伝させてもらいます。さあオフィシャルタイムアウト終了して14対9、残り2分48秒、京都 BB は休めたと思います。はい、3人しかいないんでね、なんて言ったって。ここから見ていきましょう、はい。わー、立山選手、決めてきますね。おー、かっこいい、あすごい。さあリバウンドは石野勝負選手、さあしっかり決めてきました、しっかり決めた、15対10、残り2分15秒。おー、わお、立山選手今日すごい、すごいですね。レイアップ来ると思ったらフェイクしてきて止められないですね。勝負してる。さあシュートは外れ、もう一度京都 BB ボール。わー、シュートを決めたのは31番尾上春樹選手。すごい試合ですね。金髪のヘアがしっかりとコートを映えております、はい、金髪ヘア映えております。はい、さあもう一度オフィシャルタイムアウト、はい、残り時間2分11秒。そして京都 BB はファウルがもう7つしてますので、1つでもファウルをすると相手にフリースローを必ず2つ与えてしまうことになります、はい、高校生はラッキーなのでどんどんアタックしていって点を重ねていきたいですね、うん、はい、そうですね、はい、まだファウル2つなのでうまく使いたいですね、はい、そして、まあ、残り2分10秒なんですが、スレクスリーはですね、ノックアウト21点選手っていうのがあります、はい、なので京都 BB はあと6点を取れば21点になってしまうっていうのが起きてしまいますので、はい、そうですね、はい、さあここもお互い駆け引きの試合です。そしてコート上では
姉妹すごいよ。何でもできちゃうマユリ姉妹。はい、もうかっこいいですね。マイク持ってもよし、ボール持ってもよし。はい、さあ今スコアが途中修正をしまして、東京ビビ15点、桜川が11点、残り2分11秒、はい、フリースローからスタートですね。はい、はい、立山選手のワンショット、エンドワンからのワンショットのフリースロー、 OK、 失礼しました、ファールが7回を足していますので、シュートはエンドワンしたんですがフリースロー外れてショートゴールです。はい、はい、またここからチェックオフェンスでいきましょう。さあこの炎天下の中しっかりとシュートを決めきれるのか。いやあ、いいアタックですね。さあ時間使う、あ、いいドライブです。あ、すごい、やり返す、すぐに、惜しい、惜しかった。さあどうする、おお、見せるね。ショットになっちゃいますね。そうですね。いや3人はきつい。はい、さあフリースローは立山選手2本与えられます。これ2本決めたら3点差なので全然まだまだ分かんないですね。いや分かりません。あー、惜しい、まだ大丈夫です。さあ、はい、ここまでの桜川が味わったことのない経験をしています。立山選手ツーショット目、さあ2本目はしっかりと決めました、はい、2本目入りました。わー、16本、福田選手5本目、はい、5本目ですね。18点中の10点は福田選手が決めております、はい、10点、トシア選手惜しかった。ナイスパス。6本目、うん、うん、これも入らない、はい、さあ残り、うん、さあボール一旦止まりまして、はい、残り時間、そう 24.1 秒、18対12。決めた、はい、ちょっと時計が進んじゃいましたかね。はい、今少し中断が起きています。はい、はい、残り 2.6 秒です。選手のドライブプレー、どんなプレー見せてくれるのか楽しみですね。ラストショット立山さん、あ、試合終了、18対14で、はい、京都 BB 勝ちました。この暑い中、いやー、すごい、すごい戦いでした。しっかりと高校生の胸を受け止め、はい、
い。今会場が両チームを非常に叩いております。素晴らしいゲームでした。梅ちゃんどうでしたか。もう次は何のプレーが起きるんだろうっていうドキドキが止まらない試合でした、うん、はい、そうでしたね、はい、いや本当に素晴らしかったです。はい、はい、ここからはですね、一度小休憩が入り、またチアパフォーマンス、今度は名古屋スパイダーズ男子のチアのチアたちが素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるそうです。はい、はい、そこもぜひ楽しみにしていてください。はい、はい、それではスペシャルゲスト、トヨタアンテロープスの梅木千夏選手でした。梅ちゃんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。そして桜ヶ丘のみんなもありがとう。ありがとうございます。素晴らしい。コート外でもさあ、ここからはこの後まだまだ続きます。マーベラス8、この後はですね、女子の2位のチーム、そしてプロで2位だったチームとの対戦、最後はプロの優勝チームと高校。
今の演技いかがだったでしょうか。かっこよかったよって人、面白かったよって人、もう一回見たいよって人、ありがとうございます。そんな皆さんに嬉しいお知らせがあります。8月7日あさってですね、アスナル金山にて僕たち合同自主公演を行っていきます。また僕たちは SNS にも力を入れています。僕たちの SNS には今回のようなイベントの告知などたくさん投稿させていただいております。皆さん一度しか言いませんよ。皆さんスマホを開いてください。いきますよ。アットマーク SPIDERS アンダーバーCHEER です。ぜひフォローしてください。お願いします。皆さんのフォロー待ってます。ありがとうございます。これで僕たち名古屋スパイダーズの演技終わります。気をつけ。はい、じゃあもう一度名古屋スパイダーズの皆さんに大きな拍手を。いやー、ありがとうございます。いやー、ド迫力、本当に素晴らしい演技でした。いや、すごいパフォーマンスでしたね。やばかったですね、はい、ただあの最後の告知だけはここからお金かかりますからね。はい、かかってますよ。あれ、そんなに甘くないですよ、みんな。いや、まあ、本当に面白いみんなですよね。はい、こうやって盛り上げてくれる人がいっぱいいるこのマーベラス8、うん、本当に温かい大会だなと思っております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、いよいよもうラスト2ゲームですね。そうなんですよ、はい、ラスト2ゲームとなってきましたマーベラス8。最後の最後まで皆さん大きな声で選手に応援をしてあげてください。そしてこの名古屋のど真ん中の地、伝説の大会を作っていきましょう。よろしくお願いします。さあ、もう今日はね、頭からこのエブリンさんのバイブス届いてますか。皆さん負けてないです か, 届いてますか。ありがとう。ありがとうございます。いやー、本当にね、暑くなってますからね、皆さん水分補給だけはしっかりとしていただければと思います。よろしくお願いします。では両チーム準備ができ次第ゲームに参ります。さて、こちらコート5方のアクティビティを皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。はい、こちらフリースロー、それからあちらのシューティングマシン、10球中10本決めたらマウリ姉妹のサイン入り T シャツプレゼント中です。また今日食べるかき氷、きっと格別でございます。どうぞ後ろの方にかき氷売ってますよ。今日のはきっと美味しいでしょう。そしてあと2試合後はバウンティーフットのライブパフォーマンス、こちらオンコートで行います。今日は気持ちの良いこの夏の日、最後の最後まで楽しんでいきましょう。ここめちゃくちゃ気持ちいいですね、こっち側。超めちゃくちゃ笑顔になってるね、この辺の超快適ですね。真ん中からもう向こうはみんな行きたがらないんで。さて、最近はこと冬もこの屋内で 3x3 というのを楽しまれる環境になってきておりますが、今日もどこかで全国バスケットボール 3x3 開催中です。 YouTube エブの部屋をご覧の皆さん、いよいよ試合残り2つとなりました。マウリ姉妹プレゼンツ第2回 3x3 マーベラス8、サポーテッドバイアイルエンジニアリング株式会社、会場は栄広バス。
コートのねゴールの裏側にはなんと名古屋のテレビ塔をバックにして、今日一日選手たちがマーベラスなプレーを繰り広げております。さあここからは残り2つの試合です。男子の試合は先ほどのエキシビジョンで京都 BB 対桜ヶ丘高校が素晴らしいゲームをしてくれました。もう高校生がプロの選手たちに向かっていく姿、そして京都 BB は京都からわざわざこう今日はね3名の選手でプレーをしてくださいました。本当にありがとうございました。そして今小休憩のところでチアパフォーマンスによる、あの名古屋スパイダーズによる素晴らしいチアパフォーマンスもありました。彼らの勢いをお借りしてここからの残り2つ女子の試合をやっていきたいと思います。さてもうここまで来たら最後まで一緒に付き合ってもらいたいと思っています。先ほど引き続きトヨタアントロープスの梅木千夏選手お願いいたします。よろしくお願いします。引き続き頑張っていきたいと思いますので、皆さん最後までぜひ楽しんでいってください。はい、お願いします。それでは今から選手入場が始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アイルエンジニアリング女子エキビジョンゲーム1、最初に登場はこの地安城学園ナンバーファイブ中谷結菜、ナンバーエイト吉岡美咲、ナンバーシックス大越泉、エンナンバーフォー佐藤ほのか。対するはこのチームアンテロープスと仲間たち、ナンバーシックス国防咲、ナンバーセブン小倉佳也、ナンバーファイブ蛭凪美優、アンテロプスナンバー22パレイノリコ、サリセブン平野美月、マウリーステファネー。 OK Thank you 名古屋スパイダース。さあ選手が入場してまいりました。ここから残りあと2試合になります。ここですね、この先ほどのエキシビジョンマッチで対戦をした東京 BB 対アンテロープスの仲間たちで試合をしました。ここではステファニー選手の最後の日本での試合も繰り広げられました。ここでですね延長でなんと東京 BB が勝ちまして、はい、そこで惜しくも負けてしまったトヨタアンテロープスは4時の試合、今からの試合ですね、安城学園との試合に挑みます、はい、さあ安城学園は、まあ、こうトヨタアンテロープスの仲間たちはメリノールの子たちもミックスの中でやるんですが、はい、この会場で W リーグの選手たちと対戦できる非常にいい機会となっております。そうですね、味方でやるメリノールの選手の皆さんもいい機会だと思いますし、戦える安城学園の選手たちもすごい楽しんでほしいなって思います、はい、今皆さん画面上で見られていると思いますが、赤色のユニフォームを着ているのが安城学園です、はい、そして黒のユニフォームがご存知のようにトヨタアントロプスのユニフォーム、そして12番を着用しているのはマウリ・ステファニー選手です、はい、そしてメリノール高校から3名の選手が、加わっております。さあ残り2試合、そしてメリノールからは6番の国防才希選手、7番小倉佳也選手、5番蛭凪美優選手が一緒に試合をしてくれます。さあアンテロプスはですね今年電撃移籍で入ってきた22番パレイノリコ選手、そして37番平野瑞希選手、そして今年4月までトヨタアンテロープスで素晴らしい活躍を残してくれましたマウリ・ステファニー選手の、はい、合計6名ですね、まあ、ここはもうルール関係ありません、はいはい、もう6名で回していきます。ステファニーさんは本当にこれがもう最後の試合になっちゃうんですかね。そうですね、はい、もうこれがもう当分日本で見られない。そうですね、彼女はここからこのイベント終了後なんとスペインの一部ユーロカップのチームに入団することが決まっています。いやすごいかっこいいですね。すごい日本で見られる最後のプレーなんで、そうなんですよ、私も、はい、目に焼き付けたいと思います。いやそうですね、はい、ってことはたくさん出てもらわないとね、はい、ベンチに座ってちゃ困りますね。早速スタート休んじゃってるんですけどもちゃっかり、ちょっとさっき暑さでやられたかな
と思います。さあそれでは試合いきましょう。はい、チェックボールはアンテロープスから。さあ行きましょう。早速ミスマッチついてきますね。さあ、おさあ安城学園、おっと、さあ緊張からかボールが手元から離れてしまいました、はい、さあ観客席にもボールが飛んでくる。すごく臨場感のあるのがするこのセレクセリ3です。はい、もう一度アンテロップスボールですね。はい、さあボールを持つのは平野選手。そうリバウンド、ナイスリバウンド、パレイノリコ選手、今年三色化粧品からトヨタアンテロップスに入団しました。思い切り打っていきますね、うん、おっとボールをもらったのは、うん、惜しい、7番の小倉海也選手、うん、惜しい、おおおいいよ、すごい、いいシュートだ。おスティールしました。はい、おっと外した、リバウンドはパレイのりこ選手、ナイスパス、ナイスパス、ナイスシュー、いやー今の7番大倉海也からのアシストパスで平野選手しっかりと受け継ぎました、はい、いいシュート、おおやり返しますね。今決めたのは5番永谷優衣奈選手、今すべての3点の得点は永谷優衣奈選手の得点です。おお、うん、惜しいドライブでした。さあアウトバーンズ 一度プレーが中断します、はい、この時間で選手交代ができることになります。もう暑いですからね、交代しないとちょっと倒れそうになっちゃいます。そうですね、はい、いや今ねおかげこう日陰になったので少し選手たちは楽にプレーできるかもしれません、はい、あ惜しい、うん、今シュート打ったのは6番小久保佐伯選手、ちょっと風もありますからね、はいはい、どんどん打ってほしいです。今外した選手にステファニー選手がハイタッチいきました、はい、いい時間ですね。おさあもう一度アンテロップス、さあボロ回す、もう一度外から、うん、惜しくも外しました。すごい、スーパーイントラインよりずいぶん後ろから、いや、もう、そうですね、はい、もうコート上でステファニー選手と同じチームでやってるってだけでも感動するでしょうね、はい、それだけで。さあ安城学園、うん、惜しい。さあ残り10秒、おお惜しい、幻想すり抜けてのシュート惜しくも外した。おナイスセールだ、ひるなぎみゆ選手ナイスセールだ、おっとナイスパス、ナイスパス、おおナイスカット、おさあ今シュート決めたのは5番ひるなぎみゆ選手、これは気持ちいい、おおさあ いいムーブが出ました。4番の佐藤ほのか選手いいシュートでした。さあボールを回す、残り3秒、2、1、お6番、お大越泉選手、どちらも2ポイントがよく入りますね。さあ2、1秒、うん、さあまたプレーが中断するのでここで交代があります。ここで入るのはパレイのりこ選手、平野瑞希選手、はい、そして7番の小倉海也選手が入ってきました。さあ安城学園からのスローイン、チェックボール、アンテロープスボール、はい、おーナイスパス、ナイスパス、いい、平野選手からパレイ選手へのアシストパス、はい、さあ今6分30秒、6対6、同点、おーいえ片手で連続して、はい、連続してパレイのりこ選手決めました。
ショットクロックギリギリ、これは決まったことになります。吉岡美咲選手、はい、さあいい勝負してます。残り6分、はい、一旦ファールで中断します、はい、6分、残り6分1秒、7対7。いやー、この試合もいい試合。そうですね、また同点で、うん、熱い試合になってます。さあ会場のボルテージも上がっております。体のぶつけ合いがすごいですね。そうですね、本当にこう強度が高いこの競技、そして MC の掛け合いと音楽、まあ、YouTube の皆さんは音楽が流れていないんですが、今会場は素晴らしい雰囲気の中でプレーをしています。はい、うん、もう一度安城学園、さあどこが逆転する。おー、いやー、さあ逆転ですね。中谷結菜逆転のワンポイント、はい、さあ平野選手、おお、やり返しますね。さあさらに逆転の37番平野瑞希選手ツーポイント、これで9対8。はい、ここでタイムアウトになりました、はい、残り5分28秒、9対8。タイムアウトは30秒与えられます、はい、そして各チーム1回ずつ取ることができます。さあどうですか梅ちゃん、ここ見てすごい、もうどちらもリングに向かう姿勢が素晴らしくて、2ポイントもタッチがすごい良くて、やっぱ9対8っていうハイスコアな展開になってるなって思います。はい、そうですね、残り5分で9対8っていうのはね、非常にノックアウトの可能性もありえますし、はい、まあね、アンテロープスとその仲間たちにこう食らいつく安城学園も素晴らしいですね。そうですね、全然プロチームにひるんでないので、うん、面白いなって思います。さあステファニー選手も出てきましたよ、たくさん活躍してほしいですね。そうですね、プロ選手が3人出てきました。ちょっと本気に、はい、本気になったかと思います。さあ皆さん、アンテロップスが3人入りました。楽しみ。おお、もう威圧感、私なら攻めたくない。はい、私も、あー、おお、早速ディフェンスでガチなディフェンスが出てきました。これが W リーグです。さあトヨタアントロプス、おっとスティールか、惜しい。さあステファニー残り3秒、おっと今リングにボールが当たらなかったため、オーバータイムですね、はい、またトップからチェックオフェンスとなります。さあ安城学園同点の1点を取れるか。おお、ナイスアタック、外した、トヨタボール、平野選手の2ポイント外れます。さあまだボールは生きています。残りショットクロック10秒、パレイ選手によっ2人寄っても全然、パレイ選手寄っててもお構いなしです。はい、おナイスドライブ、今のフリースロードライブでファウルもらったのは4番佐藤穂乃香選手、はい、ナイスドライブでした、うん、さあフリースローワンショット、惜しい、うん、外してしまいました。ただリバウンドは安城学園、さあ今シュートを決めたのは5番中谷結菜選手、そしてステファニー選手と大越選手の1対1、残り3秒、いや、おお、ノーバックでした、かっこいいですね、背面パス、見せる、見せる、ステファニー選手、来た、外、ナイス、いやー、さあ、皆さん、これが前でステファニー。さあ安城学園追いかける、ナイスリバウンド、外してしまう、もう1本打っちゃう、まだ打ちません、残りショットクロック10秒、はい、あ、ナイスディフェンスです、おお、いやー、ナイスリバウンド、ナイスリバウンド、カレン選手めっちゃ動くじゃん、はい、
白くなるかもしれないです。いやね、こう今パレイ選手とステファニー選手のね水面ゲームもね、はい、もうなかなか今これから今見られないですから、はい、非常に貴重な映像だと思います。そうですね、はい、3X ならではだと思います。そうですね。さあもう一度アンテロープスボール、はい、試合時間残り23秒、メンバーチェンジしましたね。はい、メンバーチェンジをして、はい、また数分後にアンテロープスが出てくるんじゃないですかね。そうですね、はい、さあ安城学園点を取りに行きたい。さあ今コート上では高校生の熱い戦いになっております。高校生同士で熱い戦いですね。おお、グッドディフェンス。オーバータイム。さあいいですね。観客に見守れながら高校生がバチバチにプレーしています。さあボールを持ってんのは。おお、フェイク入れた、うん、さあもう一度トヨタボール、アンテボール、ボールを持って7番小倉海也、まだまだって、すごい。さあやり返す安城学園、すごい戦いがハードにやってきました。さあ助っ人のメリノールの子たちが躍動しております。ナイスリバウンド。さあちょっと一旦プレーが中断しなければ、いやナイスムーブですね。さあベンチで休んでいるアンテとステファニー出にくい、はい、交代しにくい、はい、盛り上がっちゃってます。さあ何分かでアンテロープスとステファニーの選手たちが出てくると思います。ちょっと休みすぎじゃないでしょうかね。ちょっとさあ安城学園も得点を取りたい。おーナイスカットだ、いいよ、ナイスアタック、外してしまう。おーうまい、ナイスブロック、まだ続いてる、続いてます。おお、これはすごい、プレーが止まりません。はい、さあボール安城学園、おお、いいドライブです。さあ今シュートを決めたのは、全然プレー、さあプレーが止まらないとなると、おあと1分切りました。さあさあここでメンバー変わります。はい、やっとプレーが止まりました。タイムアウトですね。さあタイムアウト、はい、さあまずショットクロック振り返りましょう。 44.6 秒、そしてアンテロープスが15点、安城学園が11点となっています。はい、ファールの数はアンテロープスが3回、安城学園が1回となっております。はい、そしてやっぱりここからは残り 44.6 秒、はい、トヨタアンテロープスとマーリー・ステファニー選手で臨みます。ちょっと本気で勝ちに行かないとですね。そうですね、でも安城学園も4点差は全然まだ追いつける時間なので、はい、まあね、このシチュエーションをこのメリノールの子たちが作ってくれたわけですから、はい、お膳立てをいただいたダブルリーガーの皆さん、はい、しっかりやってきてほしいと思います。はい、さあチェックオフェンスはアンテロプスボール。さあこの 43.8 秒でマーリー・ステファニー選手の2本でのプレーが最後となります。ぜひ皆さん見届けてください。さあパレノルコ選手ポストアップから、おさあ残り3秒、おお、今ステファニーからボール奪えたのは中谷結菜選手、はい、これは貴重、すごい。
守り切りました。バイオレーション、安城学園よく守った、はい、さあ残り 12.3 秒、残り12秒です。やっちゃえ、やっちゃえ、あー、わからないよ、あー、タイマーが、さあショットクロックが今動いている、はい、わからないよ、2.2 秒、リスタート、6秒からです、はい、6秒からリスタート、はい、5秒、いやー素晴らしい試合、試合終了、最後も奪いそうでしたね、スバニーさんからボールを、安城学園に向かっていく姿素晴らしかった、はい、素晴らしいです。さあこの試合アンテロープス対安城学園15対13、はい、勝利しましたのはアンテロープスと仲間たち、そしてマイル・ステファニー選手の日本ラストゲーム、はい、ナイスゲームでした、ナイスゲームでした。はい、今エブリンからもお話があったように素晴らしいプレーをしてくれました安城学園にも、会場から大きな声援が与えられております。いや梅ちゃんいいゲームでしたね、はい、うん、もう全然ビビってなくて、はい、どんどんゴールに向かう姿勢がすごい素敵でした、うんうん、いや、ナイスゲームです、もうこれが、はい、これこそマーベラスな試合でした、ナイスゲームです、はい、さあここからはいよいよ、いよいよラスト、はい、ラストゲーム、ラストゲームとなっていきます、女子の決勝戦ですね、はい、また皆さん最後の一試合までぜひ見届けてください、はい、梅ちゃんありがとうございました、ありがとうございます。ダブルリーグでバッチバチの試合を見せてくれると思いますので、皆さん大きな拍手をよろしくお願いします。そうですね、ありがとうメリノール、そしてメリノールの皆さんもウィンターカップあると思いますので、よろしくお願いします、大きな拍手をお願いします。はい、最後、国内ラストプレーのステファニーさんもね、いいところを見せてここ日本を去る形になってますので、ナイスプレーでございました、ありがとう。さて、いよいよ今大会もラストゲームに参ります。あっという間ですね、皆さんもう騒ぎ足りてますか、もう最後、もうラストですよ、もうラスト、はい、いや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 明日も明後日もその後もずっとやりたいんですけど皆さんそれぐらい楽しいんですけど、でももう最後だから皆さん最後もう思い出作って帰りましょう、大きな声で皆さん選手を応援してあげてください、よろしくお願いします。オーケー、それでは参りましょう、最後の選手入場です。 3x3 マーベラス8プレゼンテッドバイアイルエンジニアリング株式会社、ラストゲーム最初に登場はこのチーム、名古屋経済大学高倉高等学校ナンバー6ドビナ吉田ニコリ、ナンバー7灰谷ゆずか、ナンバー3永田ひな、いやナンバー12筒井夏樹、本日全勝の高倉高校です、大きな拍手を。対するはこちら東京 BB、 イエーイ、ナンバー6岡田真央、ナンバー11栗原理香、いやナンバー24北澤ひな子、And number three, Hong Yuna. Yeah, let's go. 3x3 Marvelous 8 last game. Takakura Koko vs Tokyo BB.YouTube エブの部屋をご覧の皆さん、マウリ姉妹プレゼンツ第2回 3x3 マーベラス8、
ついにラストゲームとなりました。そして先ほど日本での最後の試合を終えましたマイリステファニー選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、ステどうでした？いやー、高校生うまいし、うん、あー、うまい、高校生うまいな。いやー、なかなか自分の体力についていけないところなんですけど、めっちゃ楽しかったですね。やっぱり 3X 楽しいなと思いました。いやでもね、やっぱステファニーがコートにいるだけですごくこうね、すごいインパクトを与えますし、なんかね、今後の活躍もすごく楽しみになりました。あ、本当ですか？はい、もうちょっとスペインでもどっかのチームでスレクセリやったらやりたいですよね。それいいよ ね、 ちょっとね、気づいたらダブルエース出てるみたいな。スペインが出てる、間違いない。はい、いやそれいいですよね。はい、では少しね、ステファニーにも YouTube のコメントをしていただいて、皆さんこんにちは。マイクが入っておりませんでした。リコさんと謎の会話。リコさん今すごい熱い話してたんですけども、一人でまたちょっと仕切り直しまして、まあ、先ほど、日本での最後の試合を終えましたステファニーに最後ラストゲーム解説来てもらいました。よろしくお願いします。いやステファニーやってくれるね。最後までステファニーです。あーやばい、それは今私誰かと喋ってるみたいなのを YouTube の人たちにただただ聞かせてたっていう。怖いっすね、想像するだけで怖いっすよそれ。後で2回そう、いやめっちゃ面白いこのシーン、申し訳ないです。さあどうですかステファニー、はい、もうねこの試合が終えて、はい、そうですね、トレーニングがあるとスペインに行っちゃいますけども、はい、いや本当にでもいい思い出になりましたね、最後に、この夏、はい、まさか 3x3 できると思ってなかったので、自分も、まあ、元メンバーとトヨタの、はい、一緒にできてめっちゃ楽しかったですし、はい、メリの子も みんな可愛かった。あでもみんな協力してくれて本当に楽しかったですね、はい、いやこちらこそやっぱステファニア周り姉妹の思いがあるからこそこういった素晴らしい活動ができていると思います。本当にありがとうございます。いやありがとうございます。それでは一度会場の方にステちゃんをお返しして、はい、はい、では皆さん最後まで試合をご覧ください。はい、ありがとうございます。さあここからは本当の本当に最終戦となります。最終ゲームは、高校生の試合で勝ち抜いた高倉高校対プロとのエキシビジョンマッチで勝ち上がった東京 BB との試合となります。さあ皆さんこれがラストゲームです。YouTube をご覧の皆さん、ぜひ最後まで解説入りと一緒に見届けてください。それでは途中から梅ちゃんもお戻りして一緒に話していきます、はい、よろしくお願いします。さあチェックオフェンス、最初は安城、あ失礼しました、高倉高校シューター惜しくも外れましたが、もう一度リバウンド。さあボールを持っているのは7番ハイタニユズカ、うん、惜しい。今のハイタニユズカ選手からの、ニコリー選手へのパス、この、はい、いいプレーでした。皆さんぜひ6番のニコリー選手ぜひ注目してください。ニコリー選手すごく今後も楽しみな選手の一人です。はい、すごい手足が長くてスラッとしてますね。そうなんですよ、まさしくもステファニー、はい、ジュニア、ステファニージュニア、はい、ジュニアですね。楽しみです。あナイスディフェンス。さあプロのチームのディフェンスもアグレッシブだ。おお長いですね、手が長い、手が長い、ステファニーより手が長そうだ、はい、ステファニージュニアです。さあボールプレーはそのまま実行で、ショットクロック7秒で東京 BB ボール、はい、7秒です。どんなプレー見せてくれるのかすごい楽しみです。さあボールを持っているのは岡田真央選手。おアウトオブバーンズ、これは今ディフェンスをしていたボール、ディフェンスのしていたチームのボールになります、はい、なので安城を失礼しました、高倉高校のボールです、はいはい、トップからチェックオフェンス。さあリバウンド、ニコリー、まだ続いてる、はい、残り7秒5秒、5秒です。いやさあ最初のシュートは7番
高校生が躍動しております。さあ今シュートを打ったのは東京 BB、 3番ホン・ユナ選手、そしてハイタニがアタックする、すごい、ハイタニ選手躍動してます。おお、さあ今ドライブからアシストパス少しミスにつながり安城、失礼しました、先方から安城ばっかり言ってますけど、はい、高倉高校、高倉高校のチェックオフェンスからです。はい、私もずっと連続で喋りっぱなしなので皆さん失礼いたしました。さあ高倉ボール、おっとさすがプロチーム手が出てきた。さあ岡田選手から本選手に、ここは外す、まだ続いている。さあ今のシュートは外れたが打ったのは11番栗原理香選手、おナイスドライブ。さあなかなかシュートが入らない、おさあナイスドライブ、東京 BB 得点3番本優奈選手、はい、ナイスドライブでした、さあ残り3秒、おワンステップ、おナイスリバン、ナイスシュー、自ら得点を決めた12番筒井夏樹、おーナイスシュー。さあしっかりとインサイド決めたのは11番栗原理香、オーバータイムになっちゃいました、バイオレーション、はい、さあ一度プレーが中断し交代が行われております。そして東京 BB のチェックオフェンスでスタートです、はい、残り7分10秒、おーいいよ、今の華麗なロールターンを決めたのは3番、すごいムーブでした、ホン・ユナ選手、華麗でしたね、はい、おーナイスパス、ナイスパス、ナイスシュー、すごいすごい、今のシュートを決めたのはニコリー選手。さあお互い打ち合っております、はい、さあ一旦プレーが中断します、はい、ショットクロック6秒のままで高倉高校のボールです。おナイスです、ナイスナイスカット、いいよ、ナイスプレー選手、うまい、はい、おさあルーズボールもバチバチしております、すごい、はい、戦いが熱くなってます。さあニコリー選手手が出てくる、長い、さあボールを持ってるハイタリ選手のドライブ、あー惜しい、まだリバウンド続いてる、アーボール、すごい高倉ボール、はい、粘り強いリバウンドですね、ショットクロック9秒、はい、スコアは高倉高校5点、東京ビビ4点、すごいプロチームにリードしてます、さあ残り試合時間6分7秒、さあ、はい、おっとトラベリングになりました、いやいいですね、ハイタニ選手アグレッシブですよ、はい、積極的に攻めててすごいいいですね、うん、エアボール、さあまだついてる、さあリセット、うわーしっかり手が出た、ナイススティールだ、はい、さあ高倉ボール、おーいやー、さあ今電光石火のドライブを決めたら筒井夏樹、すごい鋭いドライブでした、さあ東京 BB 今流れが悪い、おスティールした、お手が長い、しかし今シュート決めたら20番北沢、さあ東京 BB が意地を見せております、
はい、試合時間残り5分12秒もう少しで半分ですね。さあこの5分12秒でこのマーベラス8第2回目も終わってしまいます。選手の皆さん素晴らしいプレーを、はい、マーベラスなプレーをお願いします。おおうまい、おステップインすごい、さあ岡田選手マッチアップは永田ひな、さあもう一度灰谷選手、おっとまだボール続いてる、5秒、なんとあー2ポイント、さあ今2を置いたのは本優の選手、はい、そしてまだ東京 BB ボールどんどん狙ってきますね。さあ2ポイントが入らない東京 BB、おーナイスムーブ。さあリバウンドはニコリー選手、おーリバウンド取る、加算に攻めたがショットクロックバイオレーション、はい守りきりました。さあ最終戦はオフィシャルタイムアウトが取られます。タイムアウト一旦30秒選手たちはお休みの時間となります。はい、すごい会場も盛り上がってますね。そうですね、はい、試合残り時間4分9秒、はい、6対5でなんと、はい、高倉高校が1点リードしております。はい、高校生がリードしてます。はい、いやさあ日差しもちょうど影に隠れ、はい、少し涼しい中、ただ会場からは観客が出てない人がいますよね。あこれはあなんとなんと今放送席ではマウリ姉妹の姉マウリエブリンが、はい、マイクを置いてボールを持つそうです。つまり、はい、プレーをする、参戦します。はい、こっからのなんと試合参戦します。すごい、やっぱうずうずしちゃったんかな。やっぱやりたくなっちゃいますよね。はい、彼女は昨年夏休みをしておりました、はい、夏休みが、はいはい、夏休みの中でこのシレクシリマーベレラス8も開催し、そして夏休み明けたらなんとデンソーアイリスに入団しました。そうですね、そして今は現在 W リーガーとして今年、はい、プレーをすることが決まっています。はい、サマーキャンプもすごい綺麗でプレーしてました。そうでしたね、はい、さあもう一回私もトヨタでやりたかったんですけど、はい、一緒に、うん、さあ注目されるマーリエブリン選手、姉のエブリン選手、はい、参戦です。一人だけ黄色の T シャツで目立っているのが、はい、めちゃくちゃ目立ってますエブリンです。はい、さあ、残り5秒、いやはい、持ってます。おーナイスパス、ナイスパス、はあ、シュートを決めたのは11番栗原理香、6対7、うわーナイスパス、すごいすごいトランジションでした。筒井夏樹、おーやり返します。さあこれで同点、はい、今決めたのは1番岡田真央、あのエブリンさんが入ったことによってちょっとあの東京 BB の選手とスイッチが入ったように感じます。今のニコリー選手のダイブアタック素晴らしい、いや将来が楽しみ。さあ今同点の2ポイントを決めたのは1番岡田真央選手、彼女も愛知県出身。さあニコリー選手しっかりフリースローを決めて、はい、また1点リード、おーナイスブレイク、うん、惜しい。さあエブリン選手惜しくも2ポイント外れる。さあ逆に東京 BB2 ポイントは本優奈選手、こちらも外れる、だから東京 BB ボール、おっとまた打ってくる。スレクシーでは2ポイントの視聴率というのは非常に多いです。はい、どんどん打ってます。さあまたエブリン選手にボールが、ショットクロック5秒、
うわ、時間ギリギリで決めました。夏希選手ここに来て大活躍、すごい奪いました。さあもう一度、もう一度高倉ボール、惜しい。エブリン同じ角度ですが、これ今度は外します。あースティール、ギリギリ時間ギリギリ、本由良選手1ポイント、はい、さあ1点差、おーすごい、ちょっとの空間があれば決めちゃうマーリーエブリン、わーさあナイスドライブ、負けじと本由良選手、おー逆転、逆転です。さあ一旦レフェリーが止めます。エブリン選手がバッシュをほどけているので、はい、靴紐が、はい、少しタイムアウトを取ります。さあなんと今の東京ビビ3番の本由良選手の2ポイントで逆転、逆転しました。そして逆転されたのにもっと煽ろうとするマーリー・エブリン選手、はい、逆転されたところで煽られた状態作っています。はい、すごい団結してますね。さらに、はい、彼女のこの力は本当に素晴らしいです。はい、さあ試合時間残り1分26秒、12対11、1点を追いかけるのは高倉高校 with マーリー・エブリン。途中参戦ですごい盛り上げを見せてます。さあチェックオフェンサー高倉ボール、さあ黄色い T シャツのエブリン選手がボールを持って灰谷選手につなぐ、さあおお惜しい、さあまだ東京 BB ボール、さあわー体強いですね。さあ1分切りました、東京 BB が3点ビハインド、いやさあショットクロックが止まり残り43秒、13対11、さあエブリンが会場を盛り上げております。皆さん素晴らしい思い出に残る、はい、時間を作りましょう。ナイスナイスプレー、さあ突き放しに来た、さすが東京 BB、はい、3のプロチームです、プロの力が、さあけど灰谷選手、さあ2ポイントを打ったのは11番栗原理香選手、さあ惜しくもアウトオーバーンズ、チェックオフェンスは、高倉ボール、惜しい、ナイスリバウンド、さあ残り16対11で東京 BB の勝利、スレクシープロチームがプロの意地を見せました。はい、最後後半さすがプロっていう感じのボールムーブでした。そしてエブリン選手途中参戦、素晴らしい時間を作ってくれました。はい、いやーマーベラスな試合となりました。すごかった、はい、両チームに今拍手を。優勝したのは東京 BB、 素晴らしい試合でした、素晴らしいパフォーマンスでした。さあ梅ちゃん最後コメントいただけますか。はい、なんか
高校生のプロに立ち向かっていく姿とか、その高校生に対するプロの方たちの姿勢とかを見て、なんか私もすごい勉強になったし、もっとダブルリーグで頑張ろうって思ったので、すごくいい刺激をもらいました。はい、ありがとうございます。ダブルリーグも10月から開幕して各都道府県でプレーをすることになります。はい、前にステファニー選手はスペインに行きますが、そうですね、エビー選手、梅木選手、はい、そして今日参加してくれたアンテロプスの選手たちも10月の試合に向けて頑張っております。はい、ぜひ皆さん女子バスケダブルリーグの応援もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではスペシャルゲスト、トヨタアンテロプスの梅木千夏選手、ありがとうございました。ありがとうございました。セレモニーを行いますので、どうぞ皆様そのまま残っていただいて、最後までカメラの方よろしくお願いします。YouTube エブの部屋ご覧の皆さん、長い一日でしたがいかがでしたでしょうか。マウリ姉妹プレゼンツ第2回スレキスリマーベラス8、サポーテッドバイアイルエンジニアリング株式会社で、この一日やってきました。解説は W リーグ理事を務めています、私伊集南が務めさせていただきました。皆さん、こうゆるい解説の中お付き合いいただき本当にありがとうございます。このマウリ姉妹の熱い思いに賛同し、たくさんの関係者、そしてスポンサーの皆様が協力し、この第2回目の大会も開催することができました。また今一度 3x3 マーベラス8というところについて少しお話しさせていただきます。2020年東京オリンピックから正式種目として採用されたバスケの 3x3、 日本でバスケットを見る機会を増やしたい、地元沖縄愛知県を盛り上げたいという思いから、マーベラ姉妹が運営企画するバスケ 3x3 の大会、これが 3x3 マーベラス8です。本当にこの1日でもマーベラスな素晴らしい時間1日となりました。本当に関係者の皆様、そしてプレーをした選手の皆様、本当にありがとうございました。ここからですね、姉のエブリン選手は夏休みを明け、なんとデンソンアイリスに入団し、ダブルリーガーとして10月からプレーをいたします。そして妹のマウリ・ステファニー選手はこのイベント終了後スペインに旅立ち、スペインの一部ユーロリーグで世界に向かって戦うことになります。姉妹ともども引き続き活躍を見守っていただきたいですし、彼女たちのご声援ご支援のほどよろしくお願いいたします。私もですね、一スレック3の関係者として、また女子バスケを盛り上げる一人のメンバーとして、彼女たちと一緒に今後も盛り上げていきたいなと思っています。はい、1日お付き合いいただいた YouTube ご覧の皆さん、本当にありがとうございました。またいつかどこかでお会いしましょう。引き続きマウリ姉妹をよろしくお願いします。それではまた。
それでは表彰式セレモニー3位から参ります。はい、それではお待たせいたしました。最後に表彰式エンディングに参ります。男子チーム第3位チームの登場です。はい、第3位はアルボラーダ U18。 いやー、大きな拍手をお願いします。真ん中でいきましょうか。はい、ということで今日は本当にマーベラス8参加していただきありがとうございました。最後の最後まで素晴らしい、試合をしていただきました。アルボラーダ U18 の皆様には副賞としてアクターさんから、水筒をプレゼントしたいと思います。皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。本当にありがとう。ありがとうございます。まずは初回の第1回大会のチャンピオンチームでございますが、今日はね、なんとまだ、1回も勝てないと残念ながら勝てませんでしたが、またきっと茨城から来てくれると思います。来年リベンジに期待しましょう。さあ最後記念撮影お願いします。はい、いよいよねレベルが上がってきたということで。そういうことですね。はい、はい、ありがとうございます。第3位は筑波アルボラーダ U18 でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。大きな拍手。それでは第2位チーム表彰です。第2位は名古屋市立北高等学校。いやー、はい、名古屋市立北小学、あ、北高校ですね。はい、すいません。本日は本当に盛り上げていただきありがとうございました。ナイスゲイ。ということでアクター様から、本日副賞として大きなこのカバンを人数分ご用意させていただいております。皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。準優勝アクターバックパックプレゼントです。おめでとう。ウォー、アンビリーバボー。いやー、チームメイト羨ましがってるね。はい、ということでちょっとねインタビューだけ、はいはい、させてもらってもいいでしょうか。はい、今回のマーベラス8出てみていかがでしたか。去年負けたあのユースチームに勝ててよかったです。おー、こうやって歴史が作られていくんですね。本当に素晴らしいゲームありがとうございました。皆さん大きな拍手お願いします。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。名古屋北高校にもう一度大きな拍手を。では男子高校生の部チャンピオンチームの表彰です。チャンピオンはこのチーム桜ヶ丘高等学校。さあ、桜ヶ丘高等学校皆さんありがとうございます。皆さん大きな拍手をお願いします。今回は高校生の第1位優勝ということで、このチャンピオンボード、そしてアイルエンジニアリングさんから商品券5万円分を贈呈したいと思います。おめでとうございます。そしてモルテンさんから
3x3 用のボールを贈呈させていただきたいと思います。おめでとうございます。皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。そしてですね、もう一方ちょっとお聞きしたいなと、AKA、スキルアサシンですね、はい、今日盛り上げていただいた選手にちょっとインタビューしたいなと思います。今日いかがでしたか。やっぱ自分は3対3が好きで、やっぱ YouTube でも3対3とか見てたんで、やっぱ本格的にできてよかったと思います。いやー、ありがとうございます。本当におめでとうございます。はい、自分たちはインスタグラムやってるんで、しっかりフォローしていただけたらありがたいです。お願いします。までよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。マウリシマイプレゼンツ OK 第2回 3x3 マーベラセイト、チャンピオンは桜ヶ丘高等学校、おめでとう。それでは男子の部、最後ゲストチーム一度中央にお招きしましょう。京都 BB。 はい、京都 BB の皆さん本当にありがとうございます。大きな拍手を。もう桜ヶ丘とね、最後バチバチの試合をしていただきました。本当に素晴らしいチームということで、今回このマーベラス8、マーベラスというのはですね、素晴らしいという意味です。それに値する商品券5万円分をアイルエンジニアリング様より贈呈したいと思います。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ウでは一言、はい、ちょっとお話を聞きたいなと思います。本日のマーベラス8、本当にありがとうございました。いかがでしたか、やってみて。そうですね、あの、めちゃくちゃいいロケーションで、お客さんもめちゃめちゃ見てもらって、やる側も激アツでした。本当ありがとうございました。で、普段僕たち 3x3 ユナイテッドっていうリーグで世界大会かけて頑張ってます。またそちらもね、応援来てくださると僕ら。はい、皆さんメリノール学院に皆さん大きな拍手をお願いします。少しだけ裏話をお話ししますと、メリノール学院急遽今回このマーベラス8、出場することが決まりまして、本当に多大なご協力をいただいております。本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。そんな中でも熱い試合を見せてくれた彼女たちにですね、副賞としてアクターさんから水筒の、はい、贈呈をさせていただきたいなと思います。皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。ではちょっとお話を聞きたいなと思います。一言、今日マーベラス8やってみていかがでしたか。楽しかったです。よかったです。また出たいなって思ってくれますか。はい、思います。ありがとうございます。皆さんメリノールに大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。四日市メリノール学院高等学校の皆さんでした。それでは第2位チームの表彰です。第2位は安城学園高等学校。
いやー、皆さん安城学園に大きな拍手をお願いします。今回ですね、バチバチの戦いを見せていただきました安城学園さんに、副賞としてアクターさんから大きめのこのボストンバッグをプレゼントしたいと思います。皆さん本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。おめでとうございます。OK、 ではお二方も入ってフォトセッションいきますか。そうですね、はい、フォトセッションといきたいと思います。手間に、そしてちょっとマーベラス出てみて一言どうでしたか。楽しかったです。はい、かわいい、楽しかったです。一言いただきました。本当にこの後につながると思っておりますので、ありがとうございます。ありがとうございました。 OK、 準優勝は安城学園でした。おめでとう。おめでとうございます。では最後になります、女子のチャンピオンチームの表彰です。 3x3 マーベラス8、女子チャンピオンは名古屋経済大学高倉高等学校。いやー、もう本当にね、素晴らしい強さ見せてくださいました。高倉高等学校の皆さんに大きな拍手をお願いします。おめでとう。女子の1位、今回マーベラス8第2回の1位ということでですね、チャンピオンボードアイルエンジニアリングさんから商品券5万円分を贈呈したいと思います。おめでとうございます。おめでとうございます。そしてモルテンさんより 3x3 用のボールも贈呈させていただきたいと思います。はい、本日の 3x3 マーベラス8いかがでしたか。ちょっと喋りたいよって方喋ってくれ。楽しかったです。はい、一言、楽しかったです。とても高校生らしいけど最高の言葉です。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。今回の女子チャンピオンチームは高倉高校です。おめでとう。それでは女子最後ゲストチーム登場いただきましょう。東京 BB。 いやー、そしてもう1チームゲストチームよろしいでしょうか。アンテロープスと仲間たち、どうぞコート中央へ。はい、ということでこの名古屋の地を最後まで盛り上げていただいた女子のこの2チーム、東京 BB、 そしてアンテロープスと仲間たちに大きな拍手をよろしくお願いします。ありがとうございました。本当にね、素晴らしいチームということで、マーベラスチームこの
アイルエンジニアリング様より商品券5万円分を各チームに贈呈したいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございます。おめでとうございます。はい、ということですね。少しお話を聞いていきたいなと思います。まずはアンテロープスの仲間たちの今回高校生ではありますが四日市の、ね、メリノール、アンテロープスと一緒にプレーした感想を少しお聞きしたいなと思います。いかがでしたか。すいません、噛んじゃった。楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございます。そしてアンテロープスのメンバー、はい、平野美月さん、いかがでしたか。ありがとうございました。めちゃくちゃ熱くて初めてだったんですけど、観客の皆さんがすごい熱い声援をくれてめちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。そしてですね、すいません、最後この方にもちょっとマイクを握ってほしいなと思います。東京 BB3X3、 そして高倉高校、地元ですね、活躍もしておりました岡田真央さん、いかがでしたか。マーベラス8、ありがとうございます。 こんな機会をいただきましてありがとうございます。皆さんこんにちは、はじめまして、岡田真央と申します。私は愛知県の小牧市出身で、高倉高校、今最後戦った高倉高校出身で、トヨタ紡織サンシャインラビッツというチームに行って、今は東京で東京 BB っていう 3X3 のチームをやっています。で、私が、まあ、今も言ってるんですけど、今シーズンで一旦選手を辞めようかなと思っているので、名古屋でできるのが本当にこれが最後だったんじゃないかなと思ってます。なので本当皆さんこの機会に来ていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます。そうありがとうございます。なので、でもバスケ界には何かしらの形で貢献していきたいと思ってますので、皆さんぜひ、SNS だったりとかいろんなことでチェックしていただけると嬉しいです。東京 BB もいろいろこれから頑張っていきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。高校生の皆さんもお疲れ様でした。皆さんありがとうございました。はい、ということでこの最高のマーベラスな2チームに大きな拍手を皆さんへお願いします。ありがとうございました。最後フォトセッションでね終わりたいと思います。OK、 ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは最後に全員の集合写真を撮りたいと思います。参加全チームのみんなはもう一度コートに集合してください。参加全チーム、今一度コートにお集まりください。はい、皆さん最後中央にごちゃ混ぜでも大丈夫です。皆さんお集まりください。OK、 お二人入っていただいてラストショットいきましょうか。すいません、もう数枚お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、ありがとうございます。はい、さあ最後ね、はい、ちょっと一言喋って締めたいなと思います。お願いします。はい、もしかしたら10分喋るかもしれないはい、ということで皆さん、マーベラス8いかがでしたか。イエーイ、ありがとうございます。本当にね、素晴らしいこの高校生そしてプロの皆さんのゲーム、この名古屋のど真ん中でできたことをまずは本当に感謝しております。皆さんのおかげだと思ってます。本当にありがとうございました。ありがとうございます。昨年に続き夏休みから帰ってきて、今シーズンまたマーベラス8できるのかなっていろいろ思っておりましたが、しっかりこうやってね第2回ができたことをすごく嬉しく思ってます。昨年もお話ししましたが、願っていることだったりとか夢だったりとかっていうのは絶対に叶うっていうのをね自分の中で結構信じていることです。それをねこうやってこれからプロになりたい子たちだったりとか、もっともっとこの世界にインパクト残していきたいと思っている次の世代の子たちにもっともっとつないでいきたいなと、そんな大会をこの名古屋のど真ん中で作っていきたいと。そして名古屋のど真ん中でやることによってですね、この名古屋の皆さんが、そしてこの高校生の皆さんが素晴らしいこの街づくりをしてくれるんじゃないか、そう思って今回のマーベラス8をやらせていただいております。もうてんこ盛りでね、暑いし皆さんどんどんこっちに寄ってくるしみたいな、すごく大変だった大会だったかもしれませんが、最後の最後まで皆さん温かい目で見ていただき本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。そしてステファニー、最後日本でのプレーどうですか。いやー、本当にまさかここでラストゲームになるとは思わなかったので、一緒にやってくれたメリの子も、相手として戦ってくれた東京 BB さん、安城学園の皆さん、本当にありがとうございました。こんな私でしたけど皆さんも顔をね真っ赤にしながらもずっと応援し続けてくれて、特にね名古屋北高校の男子の皆さん、もう後ろでずっとね応援してくれてるんですよ。本当に楽しかったです。こうやって皆さんと最後にいい思い出を作れて、この思い出を胸にですねスペインに私は飛びたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、もうマーベラス8終わりに近づいてきました。実はこの後ですね、皆さんで盛り上がっていきたいと思いますので、最後まで、バウンティーフットさんによるライブが開催されます。このコートのフロア上で皆さん入り乱れてみんなでワイワイ最後高野祭やっていきたいと思いますので、まだまだお付き合いお願いします。そしてこのマーベラス8、最後の最後まで盛り上げていただいた DJ リカックスさん、皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。そして YouTube の解説で配信の方でもここに来られない皆さんに感動と、そして元気と素晴らしいこの熱気を伝えていただいた W リーグ理事の伊集みなみさんにもぜひ皆さん大きな拍手をお願いします。そしてこの大会 MC として、もうこの MC といったらこの方しかいないんじゃないかというふうに思ってしまうぐらい最高のバチバチのかっこよさで決めてくれました MC バスケットマン桜井さんにもぜひ皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。この街にマオリ姉妹がいてよかったです本当に皆さん、そして最後までご観戦いただいたファンの皆さんあってのこのマーベラス8です。また来年も再来年も半永久的にこんな大会できたらいいなと思います。皆さん、本当に皆さんに作り上げた大会ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、最後来年もまた見たいという方は全員で大きな拍手をお願いします。カメラ、皆さん本当にありがとうございました。これにてマーベラス8第2回マウリ姉妹プレゼンツ、そしてアイルエンジニアリング株式会社サポーテッドしてくれました。最後の最後までね、こんなカミカミだけどでも最後まで楽しくいけたの皆さんのおかげです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。では皆さん
解散です。ありがとうございました、選手の皆さん。お気をつけて。もう自由に写真撮影、はい、そしてライブ、この後楽しんでってください。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、最後に選手の皆さんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。さて、ゴートって終作業の後はバンティフットのライブパフォーマンスご覧いただきます。皆さん、アフターパーティーですよ。最後まで残って楽しんでいってください。自分の限界に挑戦し続ける熱き彼らの戦いを目に焼き付けろ。マウリ姉妹プレゼンツ 3x3 マーベラステイト、サポーティッドバイアイルエンジニアリング。アイルエンジニアリングは建設会社という枠を超えた様々な事業に取り組んでいます。子どものため、未来のために、倉敷から日本と世界をつなぐアイルエンジニアリング。ワンステップ、テイクアウトもね。地球に優しい循環型社会を目指して、産業廃棄物の最終処分までをトータルプロモーション。私たちは創建です。すべては金属リサイクルから始まった。そこから再生というテーマを掲げ、介護、質屋、再生医療、人材派遣などさまざまな分野の事業に挑戦しています。すべてのゴミが宝物になる世の中を目指して、リサイクルから世の中を変える、毎日が宝探し、新鋭ホールディングス。お仕事探しはトラストへ。入れちゃっていいです。はい、はい、皆さん、この後ライブがありますから、ぜひ中の方まで。フェンスが外されますので、ぜひ中の方までいらっしゃってください。アプリをダウンロードしてご利用ください。つけてみそ、かけてみそ、おでんにみそがつ、つけてみそ、かけてみそ、お豆腐肉みそ、つけてみそ、かけてみそ、食卓に一本、中物つけてみそ、かけてみそ。株式会社フォージャパンプロデュース、2024年春デビュー第1弾ガールズポップユニット、メンバー募集オーディション開催中。株式会社フォージャパンプロデュース、2024年春デビュー第1弾ガールズポップユニット、メンバー募集オーディション開催中。みんな、リカクさんも入る。